はい、猫舌ショールーム5の部屋、本日のゲストはどなたですか？どうも、サムシです。よろしくお願いします。いやー、なんか居心地悪いですね。いや僕らのこと言わないでください。居心地悪くはないですけど、のっけから何ですか？そうですね、僕らのイメージしてたとこではないです、ね、そうなんですよ。どうしたんですか？すごいショールームの公式感がある。確かに初めてショールームのスタジオを使うことになったんですけど、いや、もっと可愛い子の時にしてあげてくださいよ。まあ、そこらもね、本棚がいっぱいあって、そうそう、ね、本がいっぱいある。やっとホームな感じのとこでやりたかったんですけど、あそこにゲスト呼ぶのが完全な僕の罠というか、はい、手口なんですよ。はいはい、あの靴脱いで 靴下になって、はいはい、確かに普通の人 のテーブルみたいなとこ座ると、うん、声も張らないで喋ると完全に素になって、はいはい、そうですね、普段話さないようなことも話す。あ、はいはい、そういう手だったんです、ね、手口なんですけど、はい、うん、こういう場所だと結構声張らなきゃみたいな。そうなんですよ。急にスタジオそうなるから、靴も履いてるし、まあ、どっちで行けばいいのかまだ分からない状態なんですけど、本当はだから家に呼びたかったんですけど、はい、単純にスペースです。スペース、あの女子2人ならギリ入るんですけど、はい、男3人並ぶのは無理です。特にね、でかい方の我々でかいですからね。僕らのせいなんですね。男3人会はどっか近く借りたりしてたんですよ。鬼越トマホークとかと僕は無理じゃないですか。鬼越もでかいっすよね。鬼越の時だから近所の実家で撮るから。近所の実家に行って、そういうのも全然いいんですけど。あ、そうなんすね。そうなんですよ。うわ、残念。申し訳ない。全然、さっき始まる前にね、郷さんがもう、あんま乗らないなって気乗りしないって、気乗りしないなってやめてくださいよ。2時間気乗りしないなって思うようにやらなきゃいけないですか？ゲストとは話したいんですよ。ああ、そうですね。場の問題ですね。確かに、はい、落ち着きはしない。なんか思わないんですよ。そうですよね。なんか割りかしかしこまった回になるんじゃないかみたいな。靴でも脱ぎますか？脱ぎますか？そういうね、スタジオで靴脱ぎ出したらゆっくりこうね、どうかと思いますけど、本当に、はいはいはい、まあね、積もる話もありそうじゃないですか。いや、違うんですよ、本当にね、吉田剛さんっていう人間はね、はい、なんだろう、ああ、このタイミングなんだなと思って。ああ、ですね、はい、別に深い考えはなくゲスト候補に入れてたんですけど、ありがとうございます。このタイミングなんだなって話です。そうですね、タイミング的にはそうですね、まあ、ずっとね、ラストアイドルの MC 我々やらせてもらってて、はいはい、で、まあ、末期ラストアイドルのね、はい、誰が末期だ。一番ちょっと大変そうな時期、大変そうな時期ではありましたね。サバイブとかでね、メンバーも大変そうでしたよ、ね、大変そうな時期のあまりこの脚光を浴びない場での MC という、うん、そうですね、地上波の華々しい場じゃないところで、じゃあ霜降り明星がやってました、はいはい、汗はすごくかくっていうね。、はい、その時にちょっとね、約束させてもらって、今度ね、ゴンの部屋出てくださいって言っていただいてから、あれ、あ、お声かかんないなと、まんまフェードアウトかなと思ったら、あれだって2、3年前ですもんね。そうです。いや、1年前ですよ。1年半ぐらいじゃないですか。サバイブの最後の、そうだ、はい、そう池袋の会場でね、そうです、はい、そうです、僕があの高熱出しながら、そうだ、審査員やってた。あのワクチンの副反応で高熱出て入り口でチェックで引っかかってんのに出演者だから出るっていう。めちゃくちゃですよ。あの頃まだ厳しいのに。まあ、副反応だからね、副反応だ。しんどそうにしてましたからね。高熱出しながらの9時間ぐらいの配信をやって、大したもんですよ、本当に。で、終わった後あの控え室でまた別の配信を始めたっていう。やってましたね、挨拶行ったら配信してた。地方のやつもね、なんか参加しましたよね。そうです。すごいよな。その後に1回週刊誌のブブカですね。ブブカで対談みたいな感じで、ね、郷、はいはい、さんにお話、ね、一緒にさせてもらってっていうから今日ですね、うん、あ、完全にね、まあ、ラストアイがいろいろ大変なことになってるから、まあ、大変なことにはなってますね。そんな話から入りますか？いやいや、もうまずそうでしょ。そこないと我々呼ばれ、我々はね、まあ、ラストアイとなしでは語れない、語れないですよ、語れない、うん、はい、いや、そもそもなんですけど、うん、はいはい、ラストアイドルで一番最初大変だったのは郷さんですからね。まあ、そうですね、そうです、入りは初期の、まあ、正確に言うとあれですけど、僕の前にも2人ぐらい軽く燃えてた人いたんです。あ、そうですね。軽くだったんですよ。軽くだったんです。大きな燃えっぷりじゃなくて、うん、で、僕はそれを他人事のように見て笑ってたんですよ。知り合いが燃えたら電撃ネットワークの牛蔵さんとかが、はいはい、あのそれまでのなんだろうな、暫定メンバーを落としてっていうのやった時に、はいはいはい、うわー、燃えたーってやったんですよね。僕に回ってくると思ってなかったんです。いや、それ回ってきますよ、審査員でやってるんですから。審査員に僕だから呼ばれる前だったんで。あ、そういうことなんですね。意外と僕呼ばれるまで長かったんですよ。
あ、そうなの？実は。あ、なんかずっとやってるイメージ。なんかところどころで燃えてらっしゃるから、うん、ずっといるんだろうなっていう。そうでもないんですよ。多分前半でそんなに、だから小さな波乱が2回ぐらいあったぐらいで、うん、大きな波乱がなかったじゃないですか。はいはいはい。でもそういうのもあって投入された説が。なるほど。波乱要因ですね。こいつ空気読まない可能性あるぞって。でも元々そういうことですもんね。そうなんですよ。その他人大人数がこう、うん、いいって思う人よりも、うん、何か秘めた一人のやつをこう、そうそう取り逃さないためにっていうシステム。多数決だと指原莉が生まれないという秋元さんのプランで、うん、そうですね、始まった企画ですよね。いやでも確かにすごいなと思いましたね。4人のうちの審査員が1人選んだら他の人たちが全員別の人を選んでてもその後の勝ちになるっていうシステム自体面白かったんですけど、システムも面白いんですけど、そのリスクを審査員が背負うのがしんどかったんですよ。背負わないと。そうなんですよ ね。最終的な結果を言っちゃうからね。うん、あ、4-1 っていうのになりますよね。あの絶対これ自分少数派だな、でもどうしようかなっていう葛藤が絶対あるんですよ。いや、でもそれです、はいはい、いいことです。審査員としてはいいことですよ。うんうん、だからそこで腹くくれるかどうかみたいな。そうっすね、うん、だから腹くくれると思われたから呼ばれたってことですもんね。そうなんだと思いますよね。で、案の定それをやらかい。でも僕もだから出始めても何度か無難なジャッジしてるんですよ。いや、無難なってことはないですよ。いや、いいと思ったわけでしょ。逆のここに入れたわけではないですよね。そうです、そうです、無難。あ、でもいいなっていう感じで、うん、無難って。でなんかまあこっちだろうなっていう、だから多数派になってたことだったんですけど、だって僕多分表情にすごい出やすいんですよ。あ、嘘つけないタイプで、あのいいなと思ったら普通にリズム取り出してたりとか。わかりやすい、わかりやすいんですよ。ダメだな。ダメなんですよ。審査員としてダメだな。そっち入れるだろうなと思って。そうなんですよ。見ててもあ乗ってるなと思うんですよ。それなんですよ。多分だからそれで分かって僕に振った可能性があるんですよね。わかりやすいというかね。そう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 。まあそれがあってですもんね、うん、そう、僕人狼も死ぬほど弱くて、顔出ちゃうから、顔に出ちゃうんで。一回だけニコ生の企画でひろゆきさんがその辺のメンバーと人狼をやったことがあるんですよ、はい、で僕最初に人狼のカードを引いた、初めてやったんで、人狼引いた瞬間にまずガッツポーズしてるんですよ。ダメなんですよ。向いてないな、向いてない。カードを教えなきゃいけない、まず。で、あなたは人狼ですかって言われたら、僕嘘つくの嫌いなんで、うん、嘘つきたくないから、困った時黙るんですよ、うん、あなたは人狼ですかって聞かれて黙ったんですよ。嘘はつかないけどね。でも黙ったことによってバレるから、一発で負けました。時に沈黙っていうのはですね、そうです、そうです、真実を語りますから。ダメですね。なんそんな、まあ嘘つきたくないから喋らないっていう理論は分かりますけど、ゲームには向いてないですよ。全く向いてないですよ。向いてない。まあ、だから審査員とかもは逆に向いてるのかもしれないです。向いてはいなかったんですけど、あのシステムには使いやすかったんですよね。そこから審査員指名できるわけだから。確かに、うん、そうですね。こいつ多分あっち入れるぞ、はいはいはい、少数派を行くぞみたいなので選ばれやすかったんですよ、ね、うん、自分の中のでもタイプがあるんですよね。こういう感じが好きっていう。あ、そうですね。僕は野生、テレビ慣れしてない、はいはいはい、みたいなものが好きで、うん、可能性の中でも完成してる人より明らかに、なるほど、どう転ぶか分かんない人が好きで、テレビなのにもずっと口開いてるとか、はいはい、すごくいいみたいな、すごくよくない、よくない、洗練されたものよりってことですね、うん、どう変わるか、そういう感じが好きで、原石みたいな、それで一体何か能力あったりするともう完全に最高になっちゃって、はい、あ、なるほど。それで僕が多分ね、何とか波乱を起こしちゃった。確かに確かに。それで一回ね、何回かこう、やっぱそれででもそれが話題になりますからね、やっぱりね。話題になったから問題だったんですよね。いや、いや、いいことですよ。多分初めて波乱が起きたから、そうですね、番組側が全どっかりしてきたんですよね、うん、普段だったら他の審査員の表、他の審査員がどこに入れたかまでは明かすんですけど、はい、他の審査員のコメントまで取らないんですよ、うん、他の審査員が考えられないとかいう映像まで流されてます。何しましたね、先生ね。完全にこいつがおかしいぞっていう空気が作る。やっぱだからある種のスターを発見した感覚なんでしょうね、番組側としては。だから波乱を起こしたくて始めた番組なのになかなか波乱が起きなかった。確かに。やっと来た、こいつに乗っかれになったんですよ、ね、はい。全部まとまれちゃった。確かに、うん、確かに偉い荒れてるのを見たことがあります、ね。まだラサイに絡む前ですよね。そうですね、僕らが。
まだそうですね、そういうことだから竹山、うちのカンニングの竹山が、はい、司会をやってたのが2期なのかな、2期ですね、2期とアベマのやつもそうですね、はい、あ、そうですそうですそうです、はい、その後の、うん、途中か、途中の2度だったんで、その前はそれこそ僕伊集院さんの、うん、ラジオとかすごい好き で、はいはいはい、でずっと聞いて伊集院さんが、うん、そういう秋元さんがどういう仕掛けを今度やるのかっていうのう、ね、興味があってこう司会のお話が来たからやるっていうんで、うん、何回かそれこそ伊集院さんを 、うん、見るために見たことがありましたけど、ね、ファーストシーズンは完全にそれですよ ね、 そうですね、伊集院さんが絡むとか普段あんまりその会話に絡まない人たちで審査員とかで絡んでるから何が起きるか分からない、入ったのはあれですもんね、おぎやはぎさんが MC してバラエティみたいな時に我々はそのライブとかの MC で入ったあの頃です。おぎやはぎ期があんまり振り返られないんですか、ね、はい、そうですね、本当に少しで、ね、なんかあんまり乗ってない感じもあって、おぎやはぎさん自体もまあね、年も離れてるしというか、はいはいはい、名前も覚える前に終わっちゃったぐらいの感じ、そうですね、だからなんか VTR とかもらってもね、うん、何人か可愛い子いたねぐらいの感じの VTR でしたもんねそうそうそう、うん、しょうがないですよね、いやもうしょうがないです、多かったっす、もう入った、うん、僕らの時はもう全員でラサイだったんでね、うん、まあだからコンセプトが何でも狂い狂いの後ですけどね、うん、確かに確かに、うん、だから何回か説明してもらいましたもんね、うん、結局 どういう今グループになってるんですか立ち抜いたらラストアイドルだったんじゃないんですかからまず始まるんですね、そうですね、あれラルーチェとはそうです僕ら、まあ、今からロケやったらラブコッチなんですよね一番最初の絡みがラブコッチだったから、はいはいはい、ラブコッチがラストアイドルなんですか、ラブコッチっていうと負けた子たちのユニットでみたいな、負けたってなでもラストアイドルですよ、ね、あ、そういうことなんですか、理解するまでそこで最初時間かかって、はいはいはい、そうですよ、うん、あのオーディションのやつもらっていいですかっつって動いてるそこで理解しました、もらってもだから分かんないですよね、うん、そうなんです、うん、流れが歴史がね、ああなるほど、これでこうなったからこうなったんだっていう、うん、あのユニットのバトルの時にっていう、うん、最初は本当面白そうだったんですよ、うん、あのまあ、だから兼任か、あの他のアイドルやってても OK で、ああそうですね、はいはい、だから本当に地下アイドルのスーパーグループができるんじゃないかぐらいの、なるほど、いろんな子たちが受けるって感じになってて、で審査員とかコメント、僕もコメントも出したんですけど、コメント出すのはいわゆるサブカルチャー寄りな人たちも集まってたし、いわゆる秋元康感がそんなになかったんですよね、はいはい、うん、これは面白くなるかもっていう空気が、確かに、あの事務所関係ないっていうね、関係ない感じでしたもんね、うん、すごかった、だからまあだから1期生には結構いますもんね、うん、そういうメンバーが、ね、1期生もね、どんどん辞めましたからね、最終的にすごい少なかったですね、1期が1期が、はい、ね、まあまあまあ、そうですね、まあだからね、何度も言ってるけど、最初にね、その最強の7人のグループを作って、で、その子たちの冠番組ができるという、はいはい、そうですね、企画だったのが、よくもまあここまでずれたなって話ですよね、うん、まあでもまあでも よくなるパターンもありますからね、いろんな手こ入れでね、手こ入れでね、途中でねちゃんとしっかりするっていうこと、まあ、だから当然落ちたメンバー、うん、落とされたメンバーにも魅力的な子は多かったから、はい、全然救済もありだし、はい、面白くなってきたなと思って見てましたからね、うん、はい、確かに、だからまあいろんな紆余曲折がありましたもんね、うんうん、で2期生が今度募集されて、うん、で2期生もまあまあ同じ仕様でやって、うんうん、そうですね、2期生の時も燃えてらっしゃいましたね、燃えましたねそれは、はいはい、2期生の時、2期生の時も燃えてらっしゃいましたね、うん、2期生の時もやっぱり吉田子ここにありって感じでしたね本当に、まあね、だって明らかにね、あ、また同じパターンが来たんですよね、こいつまた少数派勝たせそうだぞっていう空気の時に選ばれて行くしかないっていう、行くしかない、まあ確かに、でもそうやってさっき郷さんの好み聞くと、うん、ああそうだなと思いますよね、完全に荒削りでしたね、荒削りですね、本当に口開けてるタイプでしたね、そうなんですよ、ぼっとしてる、はい、それがちゃんと洗練されていくのもすごくいいし、ああそうですね、すごいですよね、うん、そう聞くとね、うん、確かにね、まあ確かに、まあ、2期生も何人かも辞めましたしね、
まあ何人かどころじゃないですもんね。もうアイドル自体もね、辞めたりとか。辞めたりとか。すごい人生ですよ、うん、本当ラストアイドルね、うん。ちゃんと総括で語れる人どれぐらいいるんだろうぐらいの。はい、そうですね、はい。まあでもやっぱりそのファンの方はね、当然まだ、全然今活動されてるメンバーもいますし、うん、他のメンバー、グルマ行ったりとか。いろんな形でね。いろんな形で。うん、なんですか、いて、いろんな形で生き抜いてる人たちが一斉に声を上げたのが最近。いやそう、そう、まあ、そこね、その話なんでしょうけど。衝撃でしたね。でもそういうの見るじゃないですか、うん、SNS 界隈でね、うん、パッて見た時に、久しぶりに辞めて本当に一般の方になった方とかも久しぶりに見ましたもんね。おお、そうなんですよ。辞めて以来一切ツイートしてなかった子とかが、はい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 、一声上げてたりする。そうそうそう。これはよっぽどのことですかね。めったにないですよね。うん、ないですよね。こういうのなかった。公式にね、今までの流れを受け継いだ新しいグループができるって時に、元メンバーが一斉に声を上げたケースって、これ多分僕今まで見たことないですよ、ね。アイドル界で。そう、おかしいですもんね。だあの声か言われてないってことですもんね。完全にそのメンバーたちにはこういうのやるよっていうことが。あのツイートで分かりますもんね、だいたいこうね筋通すというか、うん、前のメンバーたちにどうっていうのは伺うと思うんですけど、そう考えたら、秋元先生ってやっぱりラストアイドルってこの名前、相当やっぱ気に入ってるってことですよね。どうなんですかね、今回ね秋元さんからは離れてる、離れてはね一応ね、なんでなんですかね。そっちで多分そんな感じですよね。なんでなんですか、あれ、郷さん的にというか、まあいろいろつながって、だってそれを聞きたいっすもん。そうなんですよ。知って、知らない。僕は知らないじゃないですか。知らないですか、郷さん。知らないから、知らないから。教えてほしいんですよ。じゃあ知らないって、ある程度絶対知ってるでしょ。教えてほしい。いやいや、久保知らない、うん、え、知らない、知らないけど、この人のすごいところはですね、うん、知らない、やっぱりなんていうんですか、やっぱり芸人って、当然メンバーのことも思う、メンバーのことを見てるファンの方のことを思うけど、言ったら体制側ではあるじゃないですか、はいはいはい、そうですね、それを取っ払って発言できるんですよ。これすごいところなんですよ、こいつの。いや好きだったっていうか、本当におかしいなと、メンバーが悲しんでる。あの子たちがこんなに悲しんでる。運営どうなってるの。運営と飲みに行ってるでしょ、ね。久保は知ってんじゃねえかと。いや知らない知らない。郷さんも知ってるでしょ。今日はそれを聞きに来た。さあいろいろね、手を離れるってことではあるわけじゃないですか。でもあの名前を使うと相当気に入ってんじゃないかなと思うんですけどね。僕もだから僕の窓口になった担当だったスタッフの人とかももう辞めちゃってるし。はい、まあそう。はそう。だから僕本当に内部とはほぼ繋がってなくて。ね、あの運営も変わるってことなんですかね、名前だけ。いや、多分もっと変わるんじゃない、うん、そうそう、名前を貸すというか売るというか、なんかそういう権利の、ね、売れるかどうかも。一番謎なのが、うん、あのオーディションの経過は非公開にするっていう、あのラストアイドルって何っていう。へえ、野菜ってそこじゃないですかっていう、その何の魂をこう受け継いで名前をね、ただ名前を受け継いで野号だけね、野号だけこの名前をもらっとくという、そう、分かんないんですよ。だからまあ、もっとちゃんとね、どういうものなのか見えてこない限り現時点では何も分かんない、ね、そうそうそうなんです、うん、始まってみてね、うん、実際ね、うん、ただなんか元メンバーも関わってるんじゃないか説とかがとある報道で出たりとかして、言われてみれば声を上げてないメンバーもいるぞみたいな、そこで真っ二つに分かれる可能性があるんですよ。いや、うわそうなったら怖いですね。怖いんですよ。それをどう応援したら、複雑ですね、うん、何か言いそうな人が言ってないケースがあるわけですよ、結構。あー、なるほどなるほど、うん、怖いなー、なる、まあ、何人かはなるほどと思いましたけどね。これはないですか、みんなグル、うん、みんなメンバーもグルって言ってた。他のメンバーは何も分かってない、分かってないですか。僕にだって DM とかも来ましたからね、うん、そっか、じゃあ本当にどうなったんですか、あれみたいな、私は嫌ですみたいな。そっか、みんなで仕掛けてるわけではないんですね。そう、いろんな人がちょっと疑心暗鬼になっている。そうなんですね。傷つくよな、うん、まあね、あのボロボロになってる姿を見てたら、まあそういう感じにはなるかもしれないですね。最後の方は本当に、うん、ボロボロでした。いやだから本当に、ね、サバイブなんて特に全部回しが良かったんですよね、本当に。
頭からケツまでね、あのすごいドラマがいっぱい起きてるのにドラマ見せづらい問題っていうのは僕がずっと、うん、多分以前の対談でも言いましたけど、はい、うん、そうなんですよ、ね、ラストアイドル自体結構すごい、あの特に初期のバトルの頃からすごかったけど、もっとすごかったんですよっていう、はいはい、ただすごかった、そこを見せると諸問題が起きるのかもしれないけれど、なるほどなるほど、でもドキュメンタリーとして絶対見せた方がいい、いや見せた方がいい、あんな葛藤する10代なかなか見れないですよ、で心を折れてね、出れなくなったりしてまた戻ってきたりとか、バトルの頃からバトルが終わるまでは気を張ってた子が、あのステあのね、ちょうどそのセットの陰に隠れた瞬間に倒れるみたいなものがね、ありましたね、ちょうどこっちから見えるんですよ、倒れた審査員から見える、わーとか、あのそのままちょっと過呼吸起こしちゃったので収録伸ばしますみたいなもの結構あったじゃないですか、そういうの、そうですね、特に一気の時もありましたしね、それはね、そうみたいなものがちゃんと見えてないのがもったいない、もっと、ね、サバイブありましたもん、サバイブでもあったし、あったし、もう確かにね、あの団体行動をやる時とかね、多分大変だったんだろうなって思いながら相当ね、でもテレビの尺だとギュッとこうなってなるしね、まあ難しいですよね、だって、うん、ね、いや私歌って踊りに来たんですけど、そうそうそうなんで歩かなきゃいけないんですかってそう、ね、しかもダサいのこともよく分かんない人になんで命令をってすげえ怖いおじさんがいて、おじさん怒鳴られてこれぞっていうみんなでバンドバーバーを歌ってもらおうって言い出してあれは大事な曲なんですみたいな、いやでもあれはもう、でもあれも名シーンですよね、いい名シーン、あれは私たちしか歌えない曲なんです、あれよかった、おじさんも何だか分かんないけど、なんか言われちゃった、おじさんは言われたことやってるだけですよね、そうなんです、怒られちゃった、そうちゃんと歩けるようにしなきゃっていう思いで、もう分かんないけどみたいな、この思いは分かってないけど、俺はなんか軽く怒れって言われたから怒ってるだけなんだけど、うん、あれっていういやでもやっぱり出てくる人はやっぱりキャラクターが強かったですからね、だからそういうところの葛藤とかもね、見たかったなっていうのはねやっぱありますけどね、おぎやはぎきもね表に出てない大変なこといっぱいありますよ、あそうなんですか、僕が出たあのあお弁当のラスアイのメンバーの手作り料理を食べる、あそうそう、ありましたね、ありましたよね、結構な事故でしたよあれ、事故そもそも僕 かなり結構普通に公言してるんですけど、緩やかな菜食なわけですよ、あそうなんです、緩やかなベジタリアンって公言してるんですけど、まずは吉田剛さんに手作りのカツ丼を食べてもらおうって、スタッフちゃんと調べてよっていう、もうちょっとしんどいなじゃないですか、まずそうじゃないですか、でもまあ出されたものは残さない主義なんで、食べるんですけど生なんですよ。うわ危ない。半生の赤いカツ丼が出てきて、それいいとこのやつじゃないですか。あるじゃないですか、切って。はいはいはい、赤いけど、これ大丈夫なのかな。まあ明らかにそれじゃないやつですから、ね。焼けてない赤いやつ。結構、ね、あれで体張って頑張ってる姿がどれぐらい伝わったのかっていう。いや確かに。多分伝わってない。伝わってないですね。全然伝わらなかった。昭和のバラエティでしょ、でもね。でもそんなノリなんですよ。よかれと思ってメンバーが出すのが完全にアウトなものが多くて。じゃあ、あの、カキフライも作りますって言ったら、それ危ないじゃないですか。怖い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 。一番危ない。カキフライ怖いっすよ。怖い怖い怖い。激辛とかの方がまだいい、うん、そう見たかったですよね、メンバーが一生懸命そういう食材選んで作って、うんうん、それを郷さんが嫌だなっていう姿がね本当は一番見たかったですけど、事情知ってる人は楽しんで見てたんですけどね、うん、吉田剛がカツ丼食ってるんですよ確かにな、郷さん見てる人だったら当然知ってるわけですよ、しかもすごい微妙な顔してるって嘘がつけないからそうですねいや大変だよな、うん、そう考えたら、で今回これがね、うん、あるということで、うん、こう呼んでいただいたということなんですけどでも難しいっすね、アイドルそんなに知らない人が最初にラスエイ見ちゃうとまあ本当に常識狂いますよね、そうですね、うん、僕がそうでしたもん、うん、全く知らなかったです、うん、アイドルこういうもんなんだって、もう本当に乃木坂さんとか、まあ、テレビで見るね、見て、うん、ああすごい楽しくやってらっしゃるなと、バラエティもね、バラエティも芸人さんと仲良く、でドキュメンタリーみたいな映画もこうバーンって出て、うん、あ過酷なことやるんだなと思ったら、うん、この人とこの人が仲良くてとか、なんかそういう華やかな世界でやってらっしゃるから、うん、
ショック受けましたもん、ね、ショック受けました。なぜにこんなに辛い思いをずっとして、で最終的には活動休止になって、うん、で最終的にさらなる最終的にはこんな思いまでして、うん、もう辞めた後にまで辛い思いをして彼女たちはいつ心が休まるのだろうか。お前めちゃくちゃいいやつだ、うん、お前めちゃくちゃいいやつだよ。どの立ち位置だって。めちゃくちゃいいやつじゃねえかよ。いつでも休まんないんだお前、はいはいはい、やってた時も辞めた後も。そうなんですよね、うん、オーディション時も、はい、ずっと最初から最後まで過去未来現在全部休まんない、うん、いやだからもう、うん、本当にこの後の人生をまあまあまあね、ちゃんとそんなないですよ、うん、これ以上辛いことないから、うん、皆さんやってらっしゃるからね、いろんなことも。そうよ、そうよ、うん、新たな活動してるから、まあ、それもツイッターで見てるから。でしょ？見てなかった人のつぶやきが辛かったから。そうでしょ、うん、だから僕がラストコンサートで映像コメント出したんですけど、はい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 、それでかなり踏み込んで話したんですよね。うん、そのね、努力は必ず報われるなんて言葉がありますけれども、はい、そうそう、めっちゃ良かった。ね、正直、ね、相当な努力を重ねてきて、で結果的に報われなかった人たちだと思いますっていう。でも最後まで残ったということは多分何かあるはず、うん、そうですね、この先確かに、ね、この辞めずにしんどいまま頑張り続けたことはきっと多分いつか報われるんじゃないかみたいな、うん、あれいいコメントです。ほぼ運営批判みたいなコメントいやがっつりよくあれを流したもんだな、大きな画面で流れて、いや響きましたもん。最初でもあれなんですね、ファンがなんだ吉田剛ってブーイング飛ばした人もあれでなんかいいぞって感じになったと、ね、最終的にはこう、うん、ちゃんとそうですよ、その映像も CS テレ朝何回か流れてましたからね。やるもんだなと思いますよね。そうなんだ、いやでも大変ですよね。だからラストコンサート行った時も寂しかったんですよ。はい、ね、始まった時にあんなにいろんな有名人が関わって、うん、プロデューサーバトルとかも含めて、うん、相当関わってきて、はい、でラストコンサートね、2部あって、僕の回が特にそうだったのかもしれないんですけど、関係者のコメントが3つぐらいしかなかったんですよね。そうですね、そう、それがとにかく切なくて、切ないですね。なんでだろう、もう全員集合してほしい、うん、歴代の MC たち何をやってるんだ来なかったら自分から送れ、忙しい、ね、自分から送ってくれ、忙しい、いや撮ってますよ、うん、駆けつけたのかな、コメントも撮ってます、うん、その現場に来たならいいけど、いや来てる、来てる、来てるんじゃない、うん、あれはね、すごい寂しかったんですよ。まあそうですね、うん、いや名曲もたくさんありますからね、うん、いい曲いっぱいあるんですよ、うん、まあすごい大きなね、会場でできたっていうのは良かったですね、うん、最後に、まあね、うん、場所もね、最後変わりましたからね、うん、あ、そうそうそう、そうそうね、日程がね、変わったり、変わって、場所も変わってね、うん、そうそうそう、最初ね、小さいってあれだけど、うん、もうちょっと小規模だったから、うん、最後にここっていう、ね、覆ってでかいところで、うん、ドーンって、うん、よかったよ、ね、声を上げて、みんなが声を上げファンの方々、声じゃねえだろってもっと大きくしろよすごいね、やめるな、一気によってね、ファンの一気によってラストコンサートが大きな会場になった。いやいや天下が違うんだ、天下やめない方向に行けばよかった大きくなったじゃないやめなければよかった、うん、いやまあね、うん、だからね、ね、予算がかかるのはね、分かりますからね、分かりますよね、確かに、うんうん、いっぱいいっぱいかかるみたいですね、やっぱアイドルの方は。多分他のアイドルのプロジェクトよりも明らかにかかってたはずなんですよ。あ、そうなんですか。プロデューサーバトルなんて、いやまあね、大物たちに曲頼んで、確かに、でね、多分それで結構な予算は使うし、確かに確かに、しかも地上波ならまだしアベマでもやってましたからね、アベマの予算では賄えるわけがないじゃないですか。ああ、そっかそっか、うん、だからそのやっぱ活動休止に至るというのはそういうお金的な問題とかも、人数も多分抱えちゃったし、はいはいはい、これ以上こうちょっと その上でコロナで活動もままならなくなると、うん、ってことですよね。ですよね。テレビの収録もやりづらくなると、うん、あの時期だからバラエティと連動してたようなアイドルグループ、それこそ3年 C 組とかもそうだった、はいはいはい、どこもやっぱりこうやりづらくなって、うん、終焉って感じだったじゃないですか。
コロナですね、じゃあね。コロナで始まったんでしたっけ？コロナ前からちょっとやってたけど、前前前前がっつりね、愛を知るとか、うん、壁は続くで、ね、コロナの状況にぴったりの歌もあったんですけどね、そこ壁を続いてそこを乗り越えてとか、あ、ね、歌詞がね、うん、みんな自宅でね、この剣の稽古で自宅でやそう、自宅で、Zoom で、ね、Zoom で各家でね、我々も自宅で MC して、ね、やってやってました、ね、こんな家してるなとか、スナックみたいな、音出ません、音出ませんとか、ね、ずれてますとか、うん、だいぶね、3時間前ぐらいからリハーサル、Zoom の中でやってとか、あれはあれでね、手探りな、まあ、手探りで、一回だけあの時期僕も Zoom でゲストで出ましたもんね。あー、どうですか。うん、あれ、郷さん、なんかフラッと見に来てる時ありました？なんですか？そのショールームでやってる時に。ああ、それはないですよね。あ、でもあのアクセスはしてましたよ。あ、本当ですか。普通に観客としては見に行ってて、そう、なんかだから、うん、そうです、そうです、うん、吉田郷いる、吉田郷いるみたいな。あの吉田郷が入室しましたが出ちゃうんで、そしたらのアカウントだから、そう、あの、ちょんちょん見に行ってましたよ。だから、ちょっと気に入ってて、吉田郷さんもいらっしゃるみたいですよみたいな感じで、ちょっと時間が空いたら、うん、あの最後のバトルの時とかは、うん、結構まめに見に行って、あ、そう、まめに投票もしてたんですよ。あ、そうだ、スタッフからカンペが出ましたもん、郷さん来てます。いや、でもあの最後のバトルもね、うん、見応えはたくさんありましたけどね。面白かったですよ。いやいや、面白かったですよ、本当に、うん、あれね、いろんな、それこそだから佐々木なんかは、うん、あのバトル、佐々木心さんね、そうです、そうです、うん、吉田豪が押した、うん、押した後でちゃんと化けた子、うん、それすごいコメントありましたね。やっぱ吉田豪見る目あったなみたいな、あれ良かったですよね、最後いっぱいね、すごかった、そうだって、吉田豪さんが、ね、うん、押した佐々木心がね、そうそうそう、あれひょうひょうこんなに可愛くなるとかとか、これ入るんじゃないみたいな最後ね、うん、選抜じゃない方の方のセンターになって、すごかったです、佐々木の快進撃が良かったですよね。あれも受験しながらやって、受験しながら、そうですけど、進学しましたよ、進学して、最近そのツイッター見た、うん、アルバイトしてたっていう、そうです、あー、そうかと思う、そう、だからそれこそね、うん、佐々木がここ出てますからね、あ、そうです、そうです、進学するかどうか悩んでた時に、はい、可能性あると思うんだけどなって押したけども、まあでも難しかったですね。そうですね、うん、進学を選びました、うん、そうそうそう、山本ルナ、うん、はいはい、ルナ、ルナ、たそう、うん、で同じ静岡なんで、うん、佐々木はどうなの最近、うん、めちゃくちゃ楽しそうですって言ってました。楽しいって言ってました。楽しいんだ、めちゃくちゃ楽しそうでした、その人も楽しいですって言ってた。そうだ、もうずっとあれにかけてたから、うん、そうそうそう、その青春時代を、ね、そう、だから結局そういうことなんですよね、うん、やりきってはいるんですよね、うん、自分の中できっちりと、特、うん、に佐々木さんの場合ラストアイに入りたかった人だから、うんうん、夢叶って入って、うん、それなりに結果も出せてっていうのはあるんじゃないですかね、はい、だからすごい良かったね、この後の人生の糧にもなりました。ラスダイきっかけで何かにこう行こうとした人とか、うん、ラスダイでどこまで頑張れるかみたいな人たちは多分結構なモヤモヤが残ってるので、まあ、確かにそうですね、そっか、うん、でもやっぱり佐々木今楽しそうだったんで良かったですけど、まあ、ああいうことを乗り越えてたらなんかこの後の人生とかも、確かに、ね、うん、確かに、まあ、経験済みというか、まあね、乗り越えられそう。当時のやり取りとか見てたんですよ、はい、この番組でゲストに出た後だ、思ったよりも当時僕がジャッジで勝たせちゃった時の批判の声がすごかったみたいで、すごかったですね、僕だけじゃなくて本人にも向かうんですよね、やめろっていうのが、そうやめろ、ひどいな、でやめようと思っててみたいな状態だったのを僕は必死になだめてたんですよ、へえ、いや、そうす、まあ、そうですね、郷さんにはその責任ありますからね、やめさせないで、やめさせると、そしてなるべくあの刃が僕の方に向かうように頑張るっていう、うん、なるほど、はいはい、作業をしなきゃいけなくて、こっち側さえね、そう、こっちですよ、攻撃はって一つの悪を作り上げればね、そうそう、もしくは、運営に行ってっていうこのルールを作ったね、まず運営ですよね、ずっと言ってるんですよ、なんで運営に向かわないんだろうっていう、うん、システム作ったの誰これ、まあでもしょうがないですよ、目の前にあるものですから、分かりやすいからかな、やっぱりシンボルとしてありますから、そこに、そうそうそう、そうですね、その、うん、佐々木が、うん、まあでもそれで入ってね、ああなったわけですから、うん、よかったですけどね、本当はあの最後のバトルが
壮絶だったじゃないですか、総当たり戦を毎日のように、はい、毎日配信でやって、426試合、うんね、それぞれがそれだけの曲も覚え、用意して覚えてダンスして、長時間の配信に挑み、1日3つぐらいやって、うん、そうっすよ。しかし地上波のオンエアはほぼされず、ちょっと地獄ですね。あそこですね、地獄って。そうですね、毎日何時間やって朝から夜までずっとやってましたから、ね、本当そこなんですよね。もったいなかったのが、うん、ウェブなり何なりで面白いことやってたんですけど、うん、権利の問題でそれが地上波で流せない、うん、あのダンスバトルとかも、うん、そのダンスの曲使えないから、ね、そうだそうだ、全く地上波で伝わらないとか、うん、歌のバトルもその権利取らなきゃいけないから伝わらない。裏側でね、なんか後ろちょっと入ってたんですけどね、カメラも、うん、そこのちょっとだけ映ってたりとか、うん、確かにあれはもったいなかった。みんな、ね、もうこんな子いたんだっていうね、うん、この子こんなにすごかったんだっていうね、うん、そういう人たちがね、12時間 MC やった三拍子もすごい。いやいや全然僕らなんかいやあれでなんか地形がついたというか我々のなんかあんなに MC やったことないっすもん、毎日ですもんね、毎日、うん、ただまあロボットのように同じことを言ってるんだけどその前後はで終わった後にちょっと声かけるとか、うん、そういう、ね、泣いたり、ね、確かにラストアイドルは家族ですよ、ね、うん、あの文言がねあの時も頭の中も夢にまで出てくるぐらい本当にね、あの仲間同士です、人も批判しないで、まあ、決して争う気持ちではございません、みたいなですねそう、また最初はそういうのがなくて結構荒れてっていう、そういうコメントでどうしようかってなった時に僕が言わなきゃいけないっていうので運営からこれを言ってくださいっていうので、もうね、大差がついた時に負けちゃったこの子ケアとか、そういうのとかもね、めちゃくちゃ気を使いましたけど、泣いてたね、裏でめちゃくちゃ泣いてる。本当だから正直最初のバトルだったら、ファーストシーズンとかだったら分かるんですよ、うん、あの負けたら泣くのとか、まあ、入らない入るっていうね、そうそうそう、大きな、それが表題曲バトルとかでも泣くんですよ、うん、泣く、正直あの今回は気楽だなと思ってても泣くんですよ、あれこれもそんなに追い詰められてるのっていう追い詰める、誰かいたんでしょうね、追い詰める人がそういう空気を多分ね、そういう空気が出来上がっちゃうんですよ、ね、そう、だと泣いてると使うしね、うん、使うんですよ、使いますね、そうなんです、そうするとやっぱりオンエア見るじゃないですか、うん、彼女たちもね、うん、あれ私すく泣いてる子が結構使われてるなってなるんですよねそれで泣いてるわけではない、いやそれ泣いてるわけじゃないけど、うん、やっぱりね、うん、本当でもよくこれも言うんですけど、一番残酷だと思ったのって、はい、衣装が人数分しか作られてないことだったんですよね、最初のうちのバトルって、だからバトルに負けてものすごいへこんで過呼吸とかになってる子をとにかく脱いでもらって、新しく勝った子にそのちょっと汗とかついてるそれ着せて剥ぎ取る振り付け覚えてもらって、もう披露するってまでに1時間もないんですよ。そうか、最後に披露するからってことですね。バトルで負けたらまず服を脱がされるっていう感じ。壊れるな、もう一着つければいいじゃないですか。無理だだって常に一着二着用意しておけばってことですもんね。そう、そう、悲しい。だからさあ負けたので脱いでいただきましょう、うん、そんな残酷なことある、まあ、でも、そうでも最初はそうだったわけですもんね。 そう、それがこう刺激的だったから、うん、そっかそっか、テレビ見て負けた余韻に浸ってもいられないっていう残酷だな。そう、まあ、見てて楽しい、面白いけど、うん、本人たちの気持ちになるとこれは追い込まれるわって見てて、いやそうですね、しかも負けて当然それまでの暫定メンバーへの思い入れがあるから他の残ったメンバーも泣いてるじゃないですか。泣いてるんですね、入りづらいんですよ、勝った子もうわーやりづらそうっていう、やりづらいと思いますよ、怖いわ、怖い、何回こうそういうね壮絶な過酷なことを乗り越えてきた。いやでも、もう休んでいいよって。休んでよかったですもんね。言ったらこの間のあれが何なんだろう。もう休ませてやってくれよ。高倉さん。いろんな事情あるかもしれないけど。高倉さん。休ませてやってくれ。まあでもその、まあまあいろいろ
僕もいろいろ考えたっていうか、うん、やっぱそのなんていうか人は2回死ぬっていうじゃないですか、はいはい、実際に亡くなった時と誰も、うん、そうするじゃないですかって考えたら、うん、このペースでいくと忘れられないじゃないですか、うん、また何かが起きてる。そうなんですよ。そういうことって考えたら、うん、そうずっとやっぱ生き続けるっていうのはそれはそれでいいことなんじゃないかな、そういう形のフォローをうまいフォローをしてくれた。まあ確かにね、あの頃の脱線が良かったみたいな、そう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 、いいイメージがね、そうそうそう、うん、でどっち今思えば吉田坊の炎上はまだまだ平和だった、平和だった平和だった平和だった、そうそうそう、だってグループがあったんだから、ある中でのですからね、うん、そうだからそういう意味で言えばね、うん、で多分この次に出てくるラストアイドルは、うん、この自分が好きだったラストアイドルを超えてくることは多分ないじゃないおね、ああそうですね、いやそういうことじゃないですか、もうないです、だって例えば、うん、世間がこのっちのハンバーグの方が絶対うまいって言っても、うん、いやいや俺はこれが好きなんだってことじゃないですか、まあねまあね、うん、それを否定することもないし、うん、で自分で変わることもないだろう、私が好きな人がね、そうそう食べればいいけど、そう食べればどうぞ、うん、僕はマッチに思いやがる、そうそうそう、これでいいじゃないですか、うん、で今音楽なんてね CD を当然取っとく人もたくさんいますし、うん、それこそなんていうかそのネット配信のサブスクとかでね、ね、当然ずっと聞けますから、うん、っていうことを考えたらずっと生き続けるっていうのが、そのサブスクのところには新しいの子たちのやつも入っちゃうのかな、いやもう考えすぎですって田村さん、たまにあるあの画像が新しいのに入れ替わる、うん、そうそうそうやめてほしい、それはそれまたヒョウスとアイドルセカンドとかね、セカンドとかしてほしい、シンとかトゥートゥーとかね、はい、なんかそれはトゥースリーとかね、分けてほしい、そこは違うんだよっていう、わかりますわかります、ね、寂しいんです、確かにたまにメンバーチェンジして新しいアーシャになってる時に、うん、そうそうそう、わっと思うんですよ、もういないと、あの一人もいないけどグループ名一緒ね、当然ね、そうそうそう、ジャケット変わりませんよね、うん、小文字とかにするとか、なんかそれも別だからね、別のものですよっていうのはやってほしいですね、まあ、やりますよね、分かりづらくなるかもしれないからね、うん、じゃあ名前変えてくれそう分かりづらいんだから、まあまあまあ、名前変えることが何か悪いことがある、高倉さん、高倉さん、まあ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 、買ったのどういうこと分からない、分かんないですよね、まあ、だからなんだろうな、僕があえてフォローすると、はい、だから当初の予定からは狂ったわけじゃないですか、はい、当初の予定通りに進んでたらということをやろうとしているのではないかという、なるほど、7人が8人を選んでってことですね、それがラストアイドルを名乗っていたという、うん、その世界線を、うん、なるほど、やろうとしているのではないかという、違う世界だと思えばいいんだ、そうで7人にして、うん、最終的になんかわかんないですけど大人数になったら笑っちゃいますけど、一緒じゃないまたあれっすね一緒じゃない、目離した隙にね、うん、いやそうなってたらね、あれですけど、うん、どうなっていくんですかね、分かんないですよね、だから、ね、そうだから本当にデビューしてみないと僕らもっていうか、うん、みんな分からないってことですよね、うん、そうですね、うん、その時またなんか、うん、オーディションも始まってるんですもんね、のかな、僕が多少内部に近い筋から聞いたのは、はい、1個だけ今回のなんか話じゃなくて、ラスアイのメンバーは結構その恵まれてた、うん、その活動が終わった後も、うん、なんだろうな、いろんなケアはされていた、確かに確かに、金銭面も含めてみたいな、うんうんうん、そんなちゃんとしてたんだっていうのは思ったんですよ、いや確かに、うん、結構皆さん頑張って、うんうん、運営の方もそうだし事務所の方もね、うんうん、すごい頑張ってたみたい、新しいグループもあったりとか、そうね、そういうケアがある子もあったりとかね、うん、いろいろ、何ですかいろんなねパターンがありそうですね、いろんなパターンねそうなんだ、いや人生いろいろですよ、そうですね、だから真島さんなんかはやっぱりお芝居やりたいっていうのがあって、うん、それこそショールームで言ってたのかな、個人の、うんうん、私結構見てるんですね、僕はちょいちょい見てます、うん、特にやめその活動が終わった後はちょこちょこ見てますね、うんうん、やってたら、で、真島さんなんかはだから本当にアイドルはもうやらないかなっていう話をしたので、まあいろんなねところで、そうそうそう、だから、うん、それも結局やっぱアイドルやったからこそたどり着く、うん、とこだったわけだから、うん、もしね続いてたとしてもそういうね道にこう、みんなが進んでいってる可能性があるからわかるんですね、続いたら逆に真島なんかはもっと、じゃあもっと卒業かなあどうかなとかいろいろ考えながら、そこの悩みがあったから、そう考えたら、うん、ね、
良かったタイミングでもあったのかもしん、まあ、これは無理やりでしたね、すみません、良かったタイミングなんてのはないですからね。あと1個内部情報的なので言うと、はい、去年ぐらいの段階からラスアイのなんかその高速グループみたいに作ろうとしてるみたいに噂は聞いてたんですよ。でもそれがこういう形になるとは思ってなくて、あ、名前だねっていうね、なんか元メンバーを集めてなんか新しいことをやろうとしてるみたいな噂は聞いてて、それに誰が絡むらしいみたいな話はちょこちょこ聞いてて、でその人に直接聞いたりいろいろ確認はしてたんですけど、取材がすごい。そう、あ、それがあれではないんですね、不純文学とか。もしかしたらその流れにあるのかもしれないですけど、はい、当時僕が聞いてたものとは全然違う。そうなんですか。やっぱりいろんなところでいろんなのが変わったりとかするんですよね。安田食堂が一番びっくりした。めっちゃうまかった。安田さんがね、食堂を始めてね、まだ行けてないな。来てくださいって言われてますよ、僕も。僕も DM 来たけど、行けてないんだよな。僕は行きました。おう、どうでした？美味しかったです、うん、すごい美味しかった。高級和食みたいな感じでしたっけ？そうですね、あの作ってるの、安田が。作ってる、作ってる、ね、安田さんと安田さんのお母さんが作ってらっしゃる、うん、そういうの全部取って、うん、資格みたいな、うん、衛生食品の中で、今までこう推してた人の手料理が食べれるっていうのはすごい、ね、そうね、確かにありえない世界だから。そう、それ、うん、で、スタッフさんと、当時のラストアイドルのスタッフさんとか、うん、で、あと高木さんが一緒に行ったんですけど、はいはい、高木さんもその今タレント活動そんなにされてない、うん、楽しそうでしたね。やっぱ過酷なものを経て、うん、経て自由を得ると楽しそうでしたね。今日のツイッター見たルームランナーで、うん、ラスアイやめてから初めて運動したって書いてある。全然してなかった。全然してなかった。美味しいって言いながらすごい食べてましたから楽しそうです。楽しそうだったらいいね。そう、それはね、確かに安田さんはね、一番驚きましたね、うん、食堂をやるっていうね、うん、なかなかのもんですよね。メイド的な方向とかだったらね、まだね、ありますよね、うん、なんかね、歌舞伎町で飲み屋的なとかはよく見るけど、はいはい、ここまでガチで食堂をやるケースは珍しいんで、焼肉屋以来じゃないですか。すごいよな、まだ紆余曲折ですよね、みんなね、うん、だから本当にこれに関してはもう本当に始まってみないと分かんないですね。そうなんです、あっちがね、始まる前からダメ出すのはフェアじゃないので。そうそうそう、はい、そうそうそう、うん、すいませんでした。それは違う、あなたは思い入れがそっち側にあった。そうそうそう、ただメンバーの気持ちはすごい分かるってことですね。そうですね、はい、確かにね、悔しい、面食らった感じでしたもんね、うん、本当に一斉に、だから一斉に、一斉に僕もリツイートをして大体のメンバーを確認に行って。あれっつって、そうそうそう。いや、だからエアリップっぽいのまで拾ってみたいとか。いや、だって僕なんか本当に、あれ、ラストアイドルがトレンド入りしてると思って、うん、で見てそれを知ったんですよ、うん、そうなんですよ、そう、3つぐらいラストアイ関連がトレンド入りしてました、ね、してました、してました、すごかったね。高倉さんもコメントされてましたから、うん、なんか辛くなっちゃったよね。久しぶりに辛くなっちゃった。素敵な男ですよ。いいですよね、うん、信用できますよ ね、 ね、辛いなぁと思って、うん、僕なんてほんとダメな男ですよ。僕は見てたじゃん、あんな姿を。見てたよ、うん、見てた。いや、でも気持ち的にわからない、やっぱりこっち側の、うんうん、MC でやってたから、うんうんうん、どう、久保がどこまで聞いてるのかもわからないし、スタッフの人たちとね、そう、仲いいから、高倉変なことつぶやくなよって思ってるのかなと思って、釘刺されてんじゃないかとか、うん、なんか次も声かけられてるからとか。そういう、なんか高倉やめとけよ。そこで批判的 な、 な、本当に、本当になんていうんですかね、うん、このラストアイドルに関してじゃなく、他の部分で本当にダメなことあるじゃないですか、はいはい、最近は釘刺します。あ、ダメだよ、言った、それダメだよ。そうそうそう、うん、だけどそれ以外は、え、結構全方向でこういう人なんですか。いや、このナチュラルというか、そうですね、だから、うん、なんですかね、だから僕のはミーハーだし、うん、その芸能界とかがすごい好きなんです、はい、うん、昔から見てた芸能界、はい、それこそトンネルさん見てとか、うん、そういうダウンタウンさん見てて、そのテレビっていうものにすごい憧れがあって、うん、だ、そういうものがすごい好きだから、うん、だ、なんていうんですかね、あの、これまだあのオンエア前には言っちゃダメだよっていうことあるじゃないですか、うん、はいはい、とかも早めに知ってたから、20代の、うん、
これかとか思ってた、うん、全く知らないから、うん、関係ないですよ、うん、収録行った次の日にすぐ言っちゃったりするからだって見てほしいんだ配信とかでもうバラしちゃうんで収録直前になっても、うん、ねそっち側もつぶやかないし誰もつぶやかない、うん、どうしたら言っときゃよかったじゃんマネージャーにも言われないし、でも分かりますよ、うん、僕もあんまりその辺のルールは分かってないからわざと踏み越えちゃうタイプで、ダメですよ、うん、なんか行った方が盛り上がるっていうか、うん、内緒だよで話すと意外とこの盛り上がって、はい、で後で発表された時に初めて聞いた程度驚いてツイートとかしてくれたら嬉しいですけど、はい、そこだけの ある程度こう、はいはいはい、閉じた中では大体行っちゃうっていうルールしてますね、ダメです、ダメです本当はダメなんですけど、ね、クロージングのところは大丈夫みたいな、そう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 、いやだから本当に僕ドラマ出るとかでスケジュール当然コンビなんでドラマとか入るじゃないですか、うん、次の日の舞台とかで、うん、なんかあのドラマ出るんでしょって言うの分からない俺は情報解禁前見てもらおうよ、こっちなんかドラマ分かんないから、うん、言っちゃダメだってマネージャーに言われてるからはいはい、はい、俺は知らない知ってるじゃん、行ったじゃん、入ってんじゃんスケジュール、ロケ行ったじゃんスケジュール行ったじゃん入ってんじゃん分かんない、分かんないです見てもらおうよ、言っていやだから素敵な公式がね、最初に情報解禁するタイミングがあるんですよ、あるんです、そうなんですよね、うん、なんかいろいろね、そういうのがあるんですってね、うん、っていう、僕もそういう大人の事情が好きじゃなくて、はい、あのギリでヒント出すとかはしょっちゅうやるんですよ、うん、いやまあまあそうです ですね、例えば明日このグループが解散しますみたいな情報が入ってやすいじゃないですか、はい、あの関係者だから明日の何時解禁ですみたいな、はい、黙ってらんないんですよ、黙っといてくださいよあのそのグループの MV を次々とツイートし始めてダメなんですよ、ダメ、そういうのヒント出してダメなんですよ傾向と対策なんですからそれから僕が MV の、 あのツイートするとみんながビビるよ、いやそうなるんですよ、そうなるんですフラグですもんね、完全にしたらいよいよ本当にいいと思ってるんだよこれはっていうでもこれは事情があって、はい、前にとあるアイドルグループが、はい、表には出さないけど今日がラストライブって言われたことがあったんですよ、後に出すってことですか、そう、実はあれがラストライブでした、悲しいな、悲しいじゃないですか、でファンがそれ今日はだからいいかと思ってスルーしてる可能性があるから、うん、せめてちょっと気づいてほしいと思って、うん、ずっと僕そのイベントの司会だったんですけど、うん、そのグループの MV を大量にツイートし続けて何かちょっと電波、はいはいはい、キャッチして感づいてくれたらね、来てっていう、いいというかね、何も言えなかったから、イベントが終わった後にそのメンバーが泣いてんのとか見ちゃって、うん、もう絶対そんな言いたいじゃないですか、そう、黙ってらんないじゃないですか、いや それはいいと思いますよ、うん、なるほどね、うん、しかもちゃんとねこう、うん、発表はしてないし、そう、うんうん、ラストアイドルもいっぱい MV リリースしようかでもなんかちょっとやった気がしますよ、ああ、そっか、うん、僕ら聞いたのだって本当に発表の、そうだった、ね、直前ぐらいメンバーが言われたぐらいじゃない、本当に、うん、多分一緒ぐらいタイミングで、うん、えって言いました、ね、これが最後のチャンスですって言って、なんで、ね、あのバトルをやってたんですか、サバイブは、ね、本当だったんです、最後のチャンスでした、あの時は運営は分かって言ってたのか、うん、たまたまだったのかとか、うん、すごいありましたね、賭けもあったっていうのもあるかもしれない、これでバンっていけば、うん、っていうのもあるかもしれないですしね、うん、思い出してきたな、だんだんちょっとこうね、うん、穏やかな気持ちになってたけど、うん、ここ最近は、うん、あの時の、あのそうだって1年前ぐらいですか、ね、息通りが、うん、息通りとね、そうだよ、なんか、でも、なんて言えばよかったか分かんないですもんね、うん、当時は、うん、メンバーにで知ってて収録があったんだよね、あ、そうそうそう、活動休止でメンバーも全員分かってて、分かってて、スタッフも分かってて、でもそんなことは言わずに、うん、ワイワイとバラエティの番組をやるっていうね、うん、その時も切なかったな、どういう気持ちでメンバーこう笑ってんだろうっていう、うん、優しすぎるだろ、優しい、うん、まあね、プロとしてはさ、プロとしてはちゃんとやんなきゃいけない、うん、みんなちゃんとはやってたんだけど、そうだ、それはそうだよ、切ないとこあったよ、うん、確かにね、うん、そうですね、じゃあ次からもう僕もちょっと、うん、郷さんが
MV をリツイートしたらちょっと気にしておきますね。危ないぞって注目しておきます、うん、連通がやばいぞってただ好きな曲をこのタイミングで上げてるだけじゃないぞこれ怖いな、みんなそうやって見てんだな、うん、だからまあね、その時よかった、最後よかったんですけどね、最後はね、うん、すごくハッピーに終わって、ハッピーというか、まあまあ、いろんな意見はあるけど、なんでまとめようとして、きれいにまとめるの下手ですよね、うん、着地できてなかったの自分で言ってておかしい、自分で言ってておかしい、きれいにまとめる側なんですか、やめてほしいなと思ってたんですよ、やだな、やだな、よくないな、いや、むちょっと難しいですね、難しい、お返しします。いやだから、うん、どうなんすかね、うん、これだから向こうのメンバーのね発表も多分いつかにはあるわけですよね、うん、ですよね、当然ね、まだ決まってないですよね、うん、発表は。そうです、そうですよ、うん、びっくりしますよ誰かいた、僕ら知ってる誰かがいたらね、当たり前のようにいて、いたまたえぐられるなそれいやでもその人は応援してあげればいい、応援はするけど、うん、うん、えぐられるというか、あの時に反発した子たちとどうなっちゃうのかっていうね、そうだもうそうだ、でも相当、そう考えたら相当腹くくって言ってますからね、うん、複雑です、だから私たちはいらないってことですかってツイートがあったじゃないですか、うん、この子はいるんだっていうのが、うん、完全に見えちゃったら、だからまあそれが、それがアイドルグループですか、うん、こういうのがこういうアイドルってそういうものなんですか、ね、そういうものなんですか、違いますあまりないケースです、こうやって心をえぐられてでどんどん話題作りのねなってそうね、うん、まあちょっとまだまとまんなかったですね、すみません、まとまんないですねまあだから、まあ、前方が見えるまでは僕も何とも言えないですよ、はい、そうですよね、はい、うん、前方見えたらまたちょっとそう、はい、なんか喋、ね、りたいですわ、だって喋ることないですもん、なるほどね、ラルーチェメンバー死にで復活しかそれならってなりそう、あー、ね、おー、あー、うん、オリジナルメンバーね、そう、最初、あー、はいはいはい、なるほど、ね、いや、ないでしょ、うん、まあ絶対ないとは思うけど腑に落ちる、まだ納得できるのはそうですよね、ギリギリこう腑に落とせる、さっき言ったその別の世界線って意味では、うん、確かに当初のプラン通りに進んでいた、戻すよっていうことなのかな、うん、まあないと思う、第2シーズン以降なかったことにして、うん、いやそれもそれで難しいじゃないですかだってね、みんないろんな派生ユニットがいて、うん、それが一緒になってラストアイドルになって、うん、そのラストアイドルが好きだったのにっていう人もいるわけですから、うんうん、なかなかですよ、ね、なかなかですよ、本当だからあの表題曲バトルとかやってる時からずっと思ってたんですよ、はい、それは完成度はラストアイドルラルーチェが一番高いに決まってるんですよ、はいはいはい、でもそこが圧勝しちゃうと良くない、うん、から他のグループのいいとこを探すような作業のジャッジになってくるじゃないですか、はい、結果勝ち抜いたはずのあのね、ラルーチェが勝ち抜けず、うん、あ、そっかね、結構ボロボロになる姿を見て、ね、はぁーっていうとはいえ、僕らがずっとラルーチェやり続けるみたいなのはないじゃないですか、うん、どう考えても、確かにな、まあでもそうっすよね、テレビっていうかその放送ということを考えたらね、うん、そうですよね、そうしちゃったらそうなっちゃうし、当然ね、みんな、うん、要はその皆さんが選んだジャッジで勝ち上がってきた人たちだから、うん、だから勝ち抜いた7人が消耗してたのは間違いないですよね、そう、そこからずっと、はい、うん、考えたらまたね、新しい、うん、人数もまだ分かんないってことですよね、だってそれこそね、安倍さんのソロがね止まってるみたいな噂を聞いたりして、はいはいはい、もしかしたらっていうね、うん、ああなるほどね、うん、12月いっぱいでしたっけ、あれは、うん、そうね、うん、なるほど、いろんなものが分からないんですね、いろんなものが分からない、憶測がね飛び込む、うん、何ですか髪もするよ、そうかだから、うん、それこそだからその時の運営の人もみんな何も知らないしですね、もう別の組織なので、あそこの事務所がやってんですかとか確認したらそうじゃないですって言われたりして、へえみたいな、僕もだから分かってない、なるほど、はい、じゃあちょっと楽しみではあるんですか、
楽しんでいますね。そうですよね。だから結構今批判的な感じになってますけど、多分審査員とか何か頼まれたら僕多分様子は見に行くと思うんですよ。はいはい、忍び、うん、スパイ的な感じで、こんな感じだったっていう、うん、絶対絡みませんっていうわけではない。はい、いやまあまあまあそうですよね。頼まれたらだってやりますよね。何をですか、司会的なものとか。いやどうですかね。もう来てます、もしかして。もう来てない、来てない、来てない。久保だけやってる可能性ある。そんなない。割り切って竹倉なんか言ってるから。そんな人じゃない。いや違う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 。まあまあそうか。まあまあまずね、仕事として始まったことだったから、うん、我々、ね、プラスアイドルね、うん、そうそうそう、そうね、オファーされたらそれはもう事務所から、うん、来たら、ね、うん、やれと言われたらやります。心、うん、はね、断りたいですけどね、うん、ちょっとね、事務所から来たらやっぱ僕らも何も言えないです、うん、犬です。はい、そんな感じで雑炊話だけで1時間いっちゃいましたよ。雑炊板話で。ここから、質問どんどん拾ってくのでコメント欄に書いていってください。お願いします。お願いします。はい、どんな話も大丈夫です。もちろん那須さん以外の話も喜んでくね。はい。はい。はい、そうね。那須さんの映画も結構出来が良かった。ああ、学校暮らし。うん。ああ、はいはいはい、うん。ありましたね。うん。おじさん3人集まって暗い未来の話が出てくる。暗い未来、明るい、明るい。明るいよ。那須さんをたって前世に何かしたのかと思うぐらいかわいそう。そこまでかわいそうでもないよ。そうそう、全然よ、うん、応援できるからね。ラスエで一番バラエティ力が強かったのは、おお、誰、まあやっぱ安田とかなっちゃうんですかね。あ、振られた時のね、うん、ボケがね、うんうん、安田とか大体外さなかったっ、ね、外さなかったですね、うん、どんなにピリピリしてる時でも、はいはいはい、的確に、うん、まあ、ちゃんと気が抜けることを言ってくれて、うん、だから あと頑張るのはだから白石、あ、努力が、ね、白石、高橋、うん、我の実り、うん、あとは水野、うん、この辺はやっぱ安心感ありましたね。まあ、西村はもちろん、まあ、西村ね、うまいし、で阿部の一言っていう、うん、喋んないんだけど振ったらいいのを返すっていう、うん、安倍の面白さもあります。安倍はね、と、うん、安倍無理しないですからね、うん、安倍さんだけですよ、うん、あのラサイサバイブの時に、うん、新幹線乗ってこう地元に帰るからって言って、うん、あの食べ物をチョイスしてたのは余裕が違うなと思って。みんなが追い込まれてる時に、うん、彼女なりに戦いは戦い、うん、オフはオフっていう、うん、すごい切り替えの子だと思いながら、阿部はなんとかね、王林さん以外にもね、バラエティー、そうなんですよ、輝いてほしいんですよ ね、最終的には結構みんなね、最初はちょっと不安だ、うん、2期生の番組から我々 MC させてもらったんですけど、うん、はい、でも不安で本当に大丈夫っていう子らが多かった中、最終的にはちゃんと喋るというね、みんなね、みんなすごい挨拶ちゃんとしてましたよ、最後ね、うん、いや、まあ、大人になったの挨拶はそれ当たり前ですよ。挨拶は最初からはしてたんだけど、あの2期が芸能人的な人がいなかったからとか言ってましたね。そうですね、そうそうそう、うん、そうなんです。1期の人は当然その最初から言ったあの、うん、権利 OK だから、はいはいはい、みんなね、うん、経験を積んできてたから、うん、もう長月先輩なんてやっぱりすごかったですもん。あ、ちゃんとした人だなっていう、ガツガツしてましたよね。はい、してました。スタッフの人ともずっと雑談してたりとか、そうですね、そうです、長月にも言われます、うん、やめてくださいって言われますけど、うん、僕はずっと後半姫って呼んでましたから、うん、姫っつってやめてください本当にっつって。長月さん面白いんですよね。長月は面白いですね。長月さんも面白かったですね、うん、すぐネガティブな感じ、自虐言ったりとか、うん、夜来とかでね、はいはいはい、一番最初のオーディションの映像を流した、うん、長月さんが自分の映像を見て、うん、太ってるって言ったらこの子面白いなと思って、この子面白いなと思いましたけど、この前とあるテレビ局でオーリーさんとすれ違ったんですけど、はいはいはい、なんかもう挨拶もできなかったですよ。わ、できますよ、有名人と思ってテレビで見た人だ。確かに僕らはあんま絡みがなくて、大西さん、そうか、そうか、もういなかったですね、もう売れてたって、もう売れてた、うん、
なんか説明されたあの王林さんっていうのが、うん、最近バラエティ出たんですけど見てますかって言ったら、うん、おー知ってますよ、うん、あれがいたのがラストアイドルですって、うん、おーなるほどっていう説明を受けたぐらいでしたから、あの兼任がうまくいかないから早々に辞めたことでおなじみの王林さんね、うん、そうなんだ、リンゴ娘はその後も続けてたけど、あ確かに、うん、もうだでもブレが一切ないですよね、あの人は ね、リンゴ娘をとにかく全国区にしたいっつって来て、うん、入って、うん、全国にして帰っていったから、そうなんですよ、はぁと思いましたよね、すごいなと思う。ラスサイとお笑いのショーレース似てるところあると思いますか？おラスサイとお笑いのショーレース、あーまあでも、まあ、お笑いのショーレースもそうですしラストアイドルもそうだと思うんですけど、自分に票を入れてくれた人のことは多分ずっと好きです。あで、あと入れてくれなかった人はずっと覚えてますずっと覚えてますでしょうね、はい、我々も2014年のザ・漫才っていう賞レースだった時の敗者復活から上がってって、で、まあ花丸大吉さんに負けたんですけど、そこで入れてくれた人と入れてくれてない人、いまだに全員言えます。やめろよ、はい、やめろよっていうぐらいやっぱり本人たちはやっぱ命がけですから、そうそうそう、まあ、それを汲み取ってし、うん、でやってくださってる審査員の方たちはすごいなと思うんです。その後お会いしたらめちゃくちゃいい人だったりとか、いい人いい人、うん、ただ入れてくれてなかったんだよな、いい人なんだけどと本当ね、審査員はね、うん、あのそんなに稼ぎにもならないのにリスクばかりあるそうなんですよね、言っちゃうと止まれちゃうし、うん、だからでもだからそれを組んで自分の判断でやってるわけじゃないですか、うん、そうですそうです、すごい、それはすごいなと思いましたね、うん、やっぱその人生かける的な感じはちょっと似てるかもしれないですよね、うん、うん、M1 の時とか、まあこの間というか今はね、ザ・セカンドっていうやつやってて、はいはいはい、我々も芸歴16年以上の漫才師だから出場して、うん、で、まあ予選会というところで敗退してしまったんですけど、うん、もう そこをもう勃起し心折れて、あうわーダメだなって思ってたけど、うん、さっき話してたら あの子たちもいろいろ辛いこと経験してるからあそれに比べたら、まあ、また来年頑張ればいいかっていう感じに、うん、さっきなりましたね、なさいメンバーほどはしんどくないぞ、しんどくないぞまた出れるし、自分たちがやりたいことをずっとやってて、うん、ああうまくいかねえな、これもダメだなとか言いながらやってるんです、うんうん、彼女自分たちがやりたいことのために歩いたりしなきゃいけないし、うん、我々歩かなくていいですからね、うん、三拍子もやめろって誰も言わないし、うんうん、だって別にかんなんかそう考えたらあれですよね、事務所が賛否してグループまた作ったみたいな話ですもんね。そうですそうです、はっていう、まあ、え、いるよってなるけど、いやいや、もうちょっと若い賛否を作ってみましょう。あ、なるほどなるほどねって言いますね、なんでっていう、もう俺らの名前でやるの面白いですけど、俺らは心配ですよ、うん、まあ、大変、俺らの名前で大丈夫、大丈夫なの、冠俺ら弱いよ俺らの場合は、うん、で僕らが解散して三拍子ってやりますって言ったら、うん、まあそっか、いやでも いいよとは言うか、言うね、俺らね、俺らはいい、またちょっと違うかも、ちょっと俺らだよ、うん、思い入れが違います、うん、要は三拍子に勝ち残りたくてやってるわけじゃないですかそうですね、そう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 、三拍子を目指して頑張って、俺じゃない、じゃないから、残った二人だから最終的にじゃないから、選抜の二人毎回ネタをやるためにいろんなメンバーがそのネタのために戦って、それとは違うから、やっぱりその僕が選んで勝ち残ったそれさ違いますよ、なんか野性味があるから、僕が炎上しながらね、うん、そうそう、あっちの方が良かったんですよで、やったらやっぱ三拍子も思い出られるんですけど、別に思い出がないわけじゃないけど、でもだから三拍子じゃなくて今から違うコンビにしてくださいって言って、おーそうっすかってなりますし、面白ければ乗っちゃいますよね、そうですね、面白ければで、僕らとはやっぱ状況違いますよねそうかそうか、ラストアイドルという冠があってそこを目指した人たちだから、うん、やっぱ思い入れはね、うん、違いますけどね、誰が新しい三拍子の方が面白そうだなんでだ、まだ新メンバーも見てないのか三拍子対とかね、
タイで三拍子って書いてある。いや、タイランドないのよ。三拍子タイランドないのよ。そういうパターン。タイランドでやってる。急にタイの三拍子が来てるでしょ、うん、のっぽないのよ、そんな。太っちょとのっぽのタイの人が。同じネタをやってますって。そうなんですか、ちょっとボケるタイでって思いますよ。オペラとは違う。音楽とはまた違いますか、やっぱね。二人は喧嘩したことありますか。まあ、あんまりないっすね、うん、ないけど、その一回でかいのがさっき言ってた、うん、ザ・漫才の決勝の時に、敗者復活で、うん、まあ、10組の中で誰が上がるか分かんない状態で、うん、生放送、うん、決勝のラウンドあって、うん、でその前にネタ練習をしよう、うん、でも10組呼ばれてるんですよ、誰が上がるか分かんない、うん、でもう他のメンバーたちも、うん、ね、あ、受かるって自分たちで思ってでないと練習し始めない、うん、からみんなちょっと牽制しだして、うん、誰からネタ合わせ始めるんだろうって、でまあやろうかってそれぞれ始めて、うん、でやってて、で一本はまあ普通にネタ練習したんですけど、はい、まあああいう番組って決勝にもし上がって、うん、で予選決勝の予選勝ったらファイナルステージでもう一本ネタをやらなきゃいけないっていうところで、そのもう一本目ネタどうするって言われた時に、まあ、クイズの漫才だったんですけど、うん、1本目は。で僕が「時事ネタやろうか」っつって、うん、で何日か前の、事務所ライブで時事ネタ受けて、しかも生放送だから、うん、結構なことをぶっ込めば、うん、ちょっと話題になるんじゃないみたいなこと言ったら、うん、もうブチギレられて「うん、はぁ」っつって「何だと思ってんだよ」って。いや、これをね、うん、何回も話するんですけど、はい、何回も僕は訂正するんですよ、はい、違うんですよ。前日の段階で、うん、決勝上がったらこのネタをやりましょうっていう話が決まったんです、うん、で当然それはもう上がる時に作ったネタより多少弱いんです、うん、そうね、2本目でね、うん、1本に凝縮、同じパターンのネタ で、うん、で組み替えが可能なボケだったから1個にいいやつを全部入れて、うん、でもまあ前日でそう、ね、2本まあやろうかみたいな感じで終わって、その1日の中で僕はもう家で、いや、あれじゃ勝てないかもとか、うん、もういろいろ考えて、で会った時に、でそれ2本目どうするって言った時にそれ言ったら、うん、はぁ、胸ぐらつかまる。僕の方が背高いの、つかみやすい。それはいいじゃん。胸ぐらつかまる、初めて。お前決めてただろうってことですか、年下なのに、うん、いや、じゃ結局今みたいに、いや、うん、時事ネタでね、かましたらっていうじゃないですか、うんうん、この人がこうなった時にいいことが一回もなかったんですよ、うん、まあ変なスイッチ入りそうですよね。そうなんですよ。変なタイミングで手挙げたりするし、それで思ってんのも決めたことをちゃんとやろうと、その方が良さ出ると思ってた。そしたら急に言い出したらまた来たと思って、この野郎って、まあ人生かけてるって言って、まあ僕もそうだし、はいはい、久保の方もかけてたから、うん、お互いがね、お互いかけててわーってなって、で、こんな野郎ってなった時に、その敗者復活組の皆さん、スタジオ来てくださいって言われて、2本目のネタ練習できなくて、で、スタジオで、まあもうネタ、他の組は始まってて、それを見て、じゃあ敗者復活組ステージ出て、誰が受かるか、通ったのは三拍子って言われて、やったーって言いながらも、やばいぞって、2本目練習してないし。で、そしたらマネージャーが来て、もういいから、2本目のこと考えなくていいから、うん、もう1本だけ思い切ってやってこいっていう、うん、多分だけど僕がいないとこで、うん、久保とマネージャーが話し合って、はい、あいつこんなこと言ってた、うん、まあまあまあ落ち着けみたいな感じ、うん、で行ったらめちゃくちゃウケて、うん、でやってる時にこれは来たぞ、2本目あるぞと思いながら、うん、やったらまあ花大さんに負けちゃったっていう、うん、内心ちょっとほっとした部分もあったりとか、うん、もしそれで通ってたら何やってたかなって、うん、多分時事ネタぶっちぎってちょっとやってたかもしれないっていう、顎に肘が出てる。そしたら気を失わせてやろうと思います。また胸ぐらつかんでライブのノリのテンションのネタを、マネージャー変な感じになってます、うん、そうやって2本目決まってないこと知ってるから、うん、勝てと思う部分と、うん、勝つなよっていう部分が楽しくて、三拍子花台、三拍子花台って言ったら勝つな、勝つのかと、やめてくれよと思いながら、めちゃくちゃギリギリ、すっごい楽しんだ。そうです、ベストですよね、まあ、すごい検討して検討して勝つかもっていうところで、
まあ最悪営業ネタをやってた。いや絶対ダメです、うん、どうしたの三拍子って、うん、そうですね、どうしたなくなったかネタっていう、知ってるもしくは知らない人そっからね後半はナックファイブの野球中継の話を好きな人、あの僕はナックファイブで、あの、それこそもう開幕しますけど日曜日に野球中継ってです、ライオンズ、はいはいはい、それの MC をやらせていただいてて、あの野球番組なんですけど、でラジオの野球番組って、まあ、基本的には野球、中継やって、実況の人がいて、解説の方がいてっていうんじゃないですか、あのなかなかお金がなくて、実況の人はいるんですよ、はい、実況の人と僕っていう、解説担当、解説もしないです、コンセプトは、一緒に野球を聞いてるおじさん、おいいぞって言ってる、野球好きの、野球好きの、西武好きの、これがですね、コロナ禍で完全に仕上がりまして、コロナ禍ってブースがちっちゃいじゃないですか、そうするとブース内の人数とか決められてる、減らさなきゃいけない、減らさなきゃいけない、苦肉の策で実況の方は当然行かなきゃいけない、で僕らはその実況の人の声を聞きながらリアクションするっていう、で基本的にラジオの前にいる人と変わらないんですよ、だからみんなと一緒に聞いてる感覚でやれるっていう最高のスタイルが出来上がりましたよ、結構続いてるよね、結構続く5年目、コロナ禍でずっと続いてます、始める時にまあ日曜日だから、はい、日曜日の三拍子の仕事なくなるけどいいってちゃんと聞いてくれて、聞いてくれるんだこいつ、いいやつ、いややっぱりそれはやっぱりレギュラー決まる前にちゃんと僕は聞くんですけど、全然聞いてこないんですよ、自分のレギュラーの時は全然俺に聞いてこないんですよレギュラー俺なんか入ってると思ったらちゃんとしたそういうのがないから全然聞いてこないんですよ俺は言ってんのにそれもでも根回しというかちゃんとして、まあその大喧嘩事件さっきのザ漫才の後からちょっとこう、ね、ちゃんと言わなきゃ、それまで結構つかず離れずで、仲悪くもないし良くもないし、で先輩後輩一個違うので、なんかそういう関係だったのがそこを一回喧嘩した後にちゃんと言うことを言わなきゃっていう感じになって、だからその前にその日曜日のナックファイブ三拍子で、あの入るかもしれない、ラジオ番組って言ってくれて、まあ日曜営業とか入らなくてもラジオあるんだって、もしかしたら入らない、高倉は入らない、俺だけになるかもしれない、その時はごめんね、からもう言ってくれて、なるほど、つって、まあ僕は野球全然、好きでじゃないから、好きじゃないって言うんですけど、分からないからとか言いなさい、苦手だから苦手、面白くないの、面白くないと言ってない面白くないと言ってないなんで野球の仕事なくそうっつうんですか僕も野球興味ないって言ってます、ね、いや興味ないって言わないですなんで WBC 見ましたよね、全然ちょっと信じられないっすよだからそういうことが起きるんですよ、大谷翔平インタビューしてますよ、すごい何がどうなってんの野球そんな詳しくないけど、プロインタビューはすごいな、すごいんだよ、大谷翔平に野球以外の話を聞くっていう、あ、面白い、テーマでインタビューして何聞いたんですか、何聞いても野球の話をされるっていう、天才ですそういう芸ですもんね野球以外に興味がない人なんでそっか、やってもないから、ここ立てみたいな対決になる面白かったですね、野球以外聞く人と野球以外を答えない人、そう語れる、読書とはどんなのを読んでるんですか、本全然読まないんですよ、敷いてあげると野球の本とみたいな野村の音ですね漫画とか、漫画全然読まないですよ、野球の漫画とかみたいなすごい、そういう芸風ですね、面白いすごいな、今や世界の大谷ですから、あとはだから僕も捕まったことがあるような野球選手ぐらいしか知らないです、そっちが一番仲いいのは愛好さんですからね、何をしたの、はい、愛子さんはね、愛子さんは、高校甲子園のスターの頃からシンナー捨てた人で、そうなんだ、あの不良代表のスターですね、だいぶ昔です、だいぶ昔、横浜高校の選手です、あ、そうなんだ、はい、松坂の大先輩、めちゃくちゃ面白いですよ、しゃべり、いろんな野球みたいなエピソードしかないじゃないですか、いろんな野球選手のやばい話を山ほど握ってる人なんで、うわー面白い、金谷やばい話とか、張本やばい話とか、ね、王さんやばい話、長嶋やばい話とか語らせたらいくらでも、野球界のガーシーさんみたいな扱いじゃないですか、こっから課金してくださいと、とんでもないですよ僕の大好きな話があって、はい、あの張本さんって、あの、はい、基本ベテランってあの移動のバスで、やっぱ不良と同じで後部座席に座るらしいんですよ、はいはいはい、
ところが張本さんだけバスの真ん中辺の助手席に座ってるらしいんですよ。あれなんでなんですかねってそのバスの運転手に聞いたら、あれね、ヒットマンから逃げるためだよって言ってたんですよ。怖っ。真ん中にいたら何してたんだって。何をしたらそうなるんだってヒットマンって本当のヒットマン、野球の話じゃないよ、野球の話じゃない。すごい。何をしたらそうやってるのか。だからもうそんなの怖いのよ。都市伝説、都市伝説ね、都市伝説ですからね。本当のことは分からない、はい、本当のことは、うん、そういう話が大好きで、僕はそういう話が分かります、分かります。愛子さんのそういうエピソード集みたいなね、イベントとかでなんとか絡んで。愛子さん本当嘘みたいな話しかねえんだよな。愛子さんの自伝おすすめですよ、本当に面白い。いや、読んだこと最高ですよね。いや、だってもものの2ページ目ぐらいでもうボンドを吸ってる話、ボンド吸って幻覚を見る話から始まって、最初はそこから野球選手ですよね。野球の話じゃなくてそんな話、でも野良犬って言ってるからね。そうそう、しょうがない、しょうがない。しょうがない。そういう選手もいましたって、うん、架空の選手、架空の選手、アブスタの選手いたの、実際いたの、ロッテに、ロッテにいたのよ、スーパースターとして、うん、本当にアイドルでしたからね。いや、そうそうそう、人気が、高校野球イケメン、うん、そう、あ、男前、男前、本当に。あの、確か優勝して翌日ソープに行ってた人ですから。すごい武勇伝が多いな、うん、昭和の17歳で高校野球で投げてる時に、あの応援に先輩とか来てて、あのトルエンとか渡してくるんですよ。昭和の時代は OK でしたもんね。OK じゃねえよ。ダメだろとか言うっていう、そういうね、バリバリ悪い人です、ね、バリバリ悪い人なんですけど、ものすごいいい人で、僕 LINE で繋がってて、テレビとか大好きなんで、テレビ出ると一番反応してくるのが愛子さん。無邪気だな。見たよみたいな。めちゃくちゃ友達だよ。バッと振ってくるね。怖いよ。ワロップ木曜日で気になったアイドルは。僕らやらせてもらってるんですけど、うん、ワロップ。ワロップどんな仕事なんですか。ワロップっていう放送局もちろん存じ上げておりますよ。さすがですね。かなり地下アイドルの巣窟みたいな。でそこで、帯番組をやってまして、うん、で月曜日が芸人さんが一組いて、火曜日芸人さんで、僕らが木曜日を担当してまして、僕らは曜日、あの各週なんですよ。MC 一人ずつやってて、アシスタントにタスクハブファンの白岡さんがついてくれてて、で他パネラーというかゲストで6名ぐらいゲストのアイドルの方が来るんですけど、そこにね、山本ルナが、あ、山本ルナとか相沢来てくれたりとか、それこそ、まあ、ラストアイドルではないですけど、あのクリエミっていう、もう、はい、仲いいですよ、クリタエミ、クリエミ、クリエミ、クリエミもやばい人ですよ。やばいですよ、あ、やばいですよ。何でも言ってやろうってタイプですよね。でクリエミもずっと、BS 富士で一緒にレギュラーやってて、で長い付き合いがあって、クリエミが MC の代打に来てくれたりとか、そういう番組やってまして、うん、ワロップが抱えてるアイドルも結構いるという。そうなんです、ワロップ抱えてるんですよね。そうなんですよね。そうなんですよね。何組かいて、うん、まあ面白い子はいっぱいいますけど、でもやっぱり MC の白岡さんがすごい、うん、いいというか、うんうん、そうね、落ち着いてるし、落ち着いてツッコミもうまいしっていう、うん、清潔感もあって、タスクは本当ね、もっと売れていい、はいはいはい、売れなきゃおかしい、いや、すごいグループですね。やっぱそういう子たちがやっぱいっぱいいるんだなっていうのも知りましたし、うんうん、熊沢さん、白岡さんメンバーの、うん、タスクですね、うんうん、熊沢さんも来た時の、うん、うわ、ちょっと違うこう輝き方が、うんうん、してるっていう、すごいなと、うん、でどのぐらい、もうでももっと言ってもいいんですね。そうです、はあ、まあ、確かにね、まだまだ、うん、あとは、だから後藤祐樹くんの娘さんがいる、はいはい、うっか、うっか、ああ、うっかも来てた、そうそうそう、うん、一応レギュラーだよ、ね、レギュラーじゃなくなったんで、うん、やめますって言っていなくなっちゃった。そんななんかレギュラー感もなかったけど、毎週、いやいやレギュラーあれだけど、うん、花束渡したわけ、うん、やめてってよ、芹沢さんね、さんとかも、うん、そう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 、うん、そう、ゆうきくん、あの、うん、後藤ゆうきくんの娘さん、はい、え、誰の後藤ゆうきくんは、後藤ゆうきくん知らない、え、後藤真希の弟の娘さん、もう、あ、そうなんすね、がいるグループ、どうせ盗んだことでおなじみ、やめなさいですよ。ありましたね、それでいいジャンプでいいじゃない。なぜそこなんだ。いいジャンプでいいじゃない。どうせ盗んで、あの、映像にこの
首の入れ墨を使ったタトゥーがね、それで捕まっちゃった人です。もういやそれで捕まったわけじゃない、合成を盗んで捕まっちゃっただけ。あの大きな娘さんがいるの、ね、いるのいるの、うん、いるの、はい、僕でも仲いいですよ、結構何度も取材してます。ああ本当ですか、うん、いいジャンプは良かったですよね、うん、いいジャンプ最高でした。僕だともう好きでしたもん、いいジャンプは、うん、一回大変だったんですよ、僕後藤佑樹さんが10年ぐらい前に最初の本出した時に、はい、それに絡めて一緒に配信やってほしいって言われて、はい、ニコ生一緒にやったんですけど、なんかその直前にインタビューもしててすごい面白かったんですよ、はい、なんか大丈夫だと思ったらなんかスーツ着てきて、あの謝罪会見の場にしようとしたみたいで、始まるなりちょっと一言言わせて言い出して、あのいろんなことでご迷惑をおかけして本当にすいませんでしたって、株価と頭下げた後は配信始まるじゃないですか、何聞いてもはいはいとかしか言わない。謝罪会見モードになっちゃってね、なんか最近も見ましたけどね、最近というか何年か前もね、そういうの見ましたけど結構な地獄でしたよ、他でやってくれよ、そうそうなんですよ。ここじゃないでしょそれっていう、それ事前打ち合わせないですね、なしで。すごいっすね、すいませんでしたとかはいしか言わない。本当なんかあったんだね。それを1時間ぐらいやった後に帰ってもらって、僕るとかのあと一緒にやった人の愚痴の配信を1時間ぐらいやって、盛り上がるな。盛り上がりました、酒飲みながら。盛り上がるな。最悪ですよ。最悪ってことはない。あんなことあるんですねぐらいでいいんですよ。で振り切るんですか、うん、面白かった。いやいやそれ面白いでしょ、見てる人ともやっぱりね、あの一丸になれるんですよ。一緒にね、そう盛り上がれる、それはそうですよ、分かるって感じになるから、一時間ずっとそれで何なんだろうこれと思いながら、そう答え合わせがあるわけでしょ後半。そういうことです。すごいな。コンビ結成はどういう経緯、聞きたいですかね。聞きたいですか。同じ学校ですよね。そうですそうです、ね、あ、ありがとうございます、うん、先輩後輩で東京アナウンス学院の、うん、僕が先輩で後輩、うん、で僕が前のコンビ解散するってなった時に後輩でまだコンビ組めてないやつが2人いて、うん、どっちか選べみたいな先生に言われて、うん、でこっちが真面目そうだなと、うん、はい、で今に至る。そうです、はい、そんなに興味ないでしょ。ね、ここになんか面白も入ってないんですよ。クラブわけでもない。ない流暢に。おじさんの結成に興味がない。今をときめくコンビだったらいいけど。まだ意外なエピソードとかあればね。いやそう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 。ですよ、うん、実はですねとかね、うん、あればいいですけど、そのない、はい、ない、うん。普通に専門学校行って、うん、専門学校の先輩に組もうって言われて、うん、あ、はいっつっただけ。屋上で練習してね。そうそうそう。うん、よく知ってますね。アナウンサー。私はボケたりしてたけど、もうボケなくボケない、ボケない。めんどくさいですよね。そうそう、うん、ラスト A メンバーで一番頑張ってたと思うメンバーは誰ですか。いや難しいよ、みんな頑張ってた、それは頑張ってました。誰ですか、うん、強いて言うならね、いや、どういうところが一番頑張ってたかってことですよね、だから多分ね、一番頑張ってなかったのも聞きたいですけどね。だから見てる範囲とやっぱり裏で頑張る人っていう、ね、うん、いるからね、いるから、その頑張りを見せ、多分安倍なんかはそういうのは家で全部やってきて、そうね、でもう現場入ったらもうそんなに完璧にやりきる、はい、完璧なんですよね、うんうん、だからそうですね、うん、あでもその意外性というかあれで言ってた、うん、大リオ、大森リオさん、はいはいはい、大森リオさんもね、今まだ新しいグループで頑張ってますし、ますで、うん、大森ってラブコッチでいるときは、うん、なんか、おお可愛らしい子だなぐらいにしか思わないですけど、うん、西村とかお姉さんメンバーがいないと、うん、自分が一番上になるとめっちゃ頑張るんですよ、うん、意外だなと思って、うん、そう若い子がいるとすごい気使って、うん、喋りすぎないようにしなきゃ、でも助けなきゃとかでやるから、うん、お意外だなと思って、うん、で大森さんを一番上にするとすごい頑張る子だと思うんです、うん、あの子はそういうところで言えば頑張るっていう意味で言えばですけどね、うん、大森を僕ももみ山の頑張りが好きだったんですよ、うん、その学校の設定で僕らと、うん、もう一人メンバーの中からこう先生やるっていうので、うん、もみ山が体育教師ってやって、うん、でそこでのこう真面目さと、うんうん、めちゃめちゃ真面目だけど明るいからこうその真面
の明るさでこう突き進んでく、うん、こう仕切ったりしてる姿見て、この子いい子だなっていう、いい子、いい子、ね、で、そう結構いろいろバランス取れて歌も上手いし、うん、ダンスも上手い、ね、できる人です、うん、だから平均的に上手い子だったけど、うん、そのサバイブの時に涙を見て、もみやまの、うん、わあこうやっぱり苦労して、うん、あそこまでダンスみんなそうなんだけどね、みんなそうなんだけどそういう風に見てたから一緒の先生で、わこの子できる子だなと思ってた子が、いいピアサですよね、うんすうん、いいやつ、いいやつ、いいやつ、それがハマり、うんうんうん、すごく頑張ってたなっていう、うん、な涙見せてなかった子がサバイブで泣いて、うん、っていうところが、うんうん、そう西村とかも、西村もね最後泣くしね、うん、最初はこう、まあ、結果みんな泣いてたけどね、うん、みんな泣いたんだけど、みんな泣いてたよ、うん、そうっすね、高橋みのりがすごい台本読んでるときは取り上げるって決めてるんでいいお前は台本読まなくていいやつめちゃくちゃ読み込んじゃうからあいつ、まあでもみんな、まあ、そう小沢とかね、うん、小沢も小沢なんて一番いいよ、うん、あの何回挨拶すんだっつったんだから俺挨拶はやっぱりいい、うん、いいんだなって思いましたね、そうね、うん、元気よくおはようございますって必ずあの笑顔でおはようございますって言われるから気持ちよくなりますよ、本当こっちも僕らなんか全然この世界全然知らないんですけど、うん、もうこの世界入って小沢と松村さん見て挨拶はちゃんとしようと思いました松村さんもバウバウの、ね、あの本当に挨拶にスランプなしって言ってるからそうですよね、松村邦弘さんもね、うん、そうガンガンやりますよ、はい、松村さんもう仕事の出来不出来はあるから、うん、つって、うん、僕もそういうのあるでしょっつって、うん、挨拶に出来不出来ないからっつって、うん、あそうっすねやってきますっつって、うん、LINE とかもほんとマメですもんね、あそうめちゃくちゃマメですよ、なんか仕事したらなんか日本酒かなんか送ってきたりとかもうマメ、めちゃくちゃマメですよね、うん、記憶力がいいし、そう記憶力全部メモってるから、ね、僕らサンミュージックって事務所なんですけど、うん、太田プロが目の前にあるんですよ、うん、ですね、まあ、ゴーさんご存知ですけど、うん、来ていただきましたね、うん、で太田プロがあってサンミュージックがあって、うん、太田プロの前の道を曲がって裏に行くんですけど、うん、松村さんは太田プロの前で見かけたんですよ、うん、で僕バイク出してて止まって、うん、あ松村さんおはようございますっつって、うん、あのこの前ありがとうございました、おーありがとうねまたねよろしくねっつって、で曲がって事務所にバイク止めた時に LINE 来たんですよ、時が今のは久保君でよかったんだよねいや間違ったら失礼だなと思うからいいいいと先輩がそんなことしなくてめちゃくちゃマメ、一回一番驚いたのがとあるアイドルの子の生誕祭に一緒に出たことあるんですよ、おいおいおい、ゲストで、でその時にそのアイドルの子の友達がバックバンドをやっててちょっと演奏だったんですね、はい、松村さんって本当片っ端から連絡先交換するんですけど、確実にその子一生会わないそのバックバンドの人たちの全員連絡先聞いて当時ガラケー時代ですよ、ガラケーに打ち込んでてすごいですねこの規模でやってるんですよ、だから今入りきらなくて今ガラケー2台持ってんだよって言ってて、すごい電話ちょっとしてそう1000件超えちゃってさーって言ってて、ガラケー2台持ってやり方そうすごいなっていう、面白いな、松村さんもすごいですね、松村さんの話になっちゃった、ラスアイで頑張ってる人も松村さん、松村さんも頑張ってます、松村さんも頑張ってます、これはめちゃくちゃ勉強になります、天才です、松村さんと大沢、うん、どうぞ松村さん見て同じこのラインですよね芸能界の椅子はもう、いやでもそうです、元気よく挨拶しようと思いましたもん、ね、本当に大沢とか見てもやっぱ気持ちがいいなと思いましたから、はいはいはい、気持ちいい、ちゃんと挨拶をしようと思いました、ゴッドタンに出た時の話と佐久間さんの話をお願いします、ね、うん、高倉さんがもう先輩特許ですか、うん、先輩特許というか先輩特許ですか、なんだっけな、くくりがあれは、なんか芸歴長いけど売れてないけど続けてるみたいな、僕らとエルシャラカーニっていう、うん、私の事務所、うん、で太田プロからその前に1段目があったメンバーが、うん、マシンガンズと、はいはい、あとブラックパイ、ブラックパイさん、ブラックパイの SOS さんが出て、それがすごい良かったんですよ、うん、で第2弾としてこの2組に対してまた2組呼ぼうっつって僕らとエルチャーさんが呼ばれて、うん、大失敗しましたよ、そうなんですか、全盛り上がんない、おうくすぶってる話とかなんかそういうのとか、うん、防線グラフ、こう、あ、折れ線グラフ書いて、この時は何があってとか、うん、で、なんか特技ないのとか言って、うん、でか僕スキップが得意ですみたいなスキップめちゃくちゃ早いです、
ボケになるかなと思ってでやってもうスタジオで長いじゃん長いもうこうやって走ってもうシェッおぎやはぎさん優しいおぎやはぎさん劇団ひとりさん、うん、何にも言わないで、うん、スタッフも誰も笑わない、うん、こっち側の芸人助け求めても誰も何も相方見ても全然何にも言わない手だれが手だれがずっと下向いてるんですからスキップでいきますって坂倉がキュッキュッキュッっていう音だけが耳に渡るこれはあんな怖い旋律聞いたことないですよ今まで怖かったもう大体そういうので、うん、でまあ盛り上がったらこうね、2週に分けてってやるんですけど、はいはい、その時はもう1週でギュッと変わって、うん、でまあなんとなくまあやっぱりオンエア見たらさすがですね、うん、編集でいい感じ佐久間さんはね編集がうまいんですよすごいいい感じになって、うん、で前向きな感じで、うん売れる楽しみが残ってますっていう、うん、我々にはみたいななんかいい感じでこう言ってたけど、うん、一周で終わるんかいっていうので、うん、でまあそっから半年とか1年ぐらい経った後に、うん、佐久間さんがラジオで、うん、やっぱり話が長い芸人は使えないみたいな、うん、なんかそういう話をして、うん、まあ例えば三拍子とかっていう名指しで出たみたいで名指しはやめてくれ業界的に広まるぞ使いづらいっていうことがあの、ねプロデューサーの口から言われたら、はいはいはいうん、ちょっとそれがもうショックで、うん、言わないでよそういうのっていうそれっきりですかいやそれっきりです、はい、僕5、6回出てますよそうですね、うん、そうだからやっぱりそういうのがハマらなかったっていうことだし、うんダメなんですよね落ち込むなって今そう傷つけるよ芸人も傷つくことはあるよめちゃくちゃ落ち込んだまあね言うなよって思ったけどそういうところで逆だからね俺はね、うん、そういうところでもあ名前出してくれたんだって思っちゃって変な感じになっちゃってそう僕出されたい顔ですよ、うん、言うなよそんなでもだって、うん、次会った時絶対言えるよ、うん、名指しで批判したでしょって言えるから次会わないんだもん何年も会ってない何年も立ち込み言ってないんだよ何年も呼ばれてないからさでもこの話は届けばいいと思ってるんですけどねそうね、うんだからなるべくその話をしてないですなるほど、はい、僕もだからたまに名前出されて、はい、すごいデリケートな話聞いた時目の前に吉田剛がいて吉田剛は口軽いからみたいな感じでだって言われるだけで僕は嬉しいんですよ、はいはいうん、そうなんですだからこの世界って、うん、結局燃える燃えないとかありますけど、うん、やっぱり何も言われないが一番辛いんですよね僕が一番辛いですそうですね、辛い、うん、って考えたら、うん悪かろうがよかろうがやっぱり言ってもらえるとちょっと嬉しいなっていう。そうそうそう、僕多分無難な審査して無風だったら多分そっちの方が嫌だったと思う。いやそうです。うん、だからラストアイドルも結構紆余曲折の中で燃えたりとかしたじゃないですか。うん、だからそういうことで言えばエンタメとして言えばすごくいいグループだと思いますし、やっぱ。ね、発信する側は無風ほど怖いものはないかな、うん、ダメならダメで名前出されるぐらいダメな方がいいですいやそうそうそうなんですよ、うんうん、ダメだったらそうですね、うん、そうなんですよ、うん、記憶にないぐらいダメなのが一番良くない確かにあれで会った時に思い出すやつね、うん、あこいつはダメだったやつだってあれが一番怖いダメの代表になれれば何かねありますからね、うんザ・セカンドこの後優勝してほしいコンビは最終的になんか同点で全8組ぐらい優勝してほしいです、うん、そうすると散らばるから一組ってなるとやっぱ集中しちゃうから、はいはいはい、8組ぐらいが同点優勝してもらうのが理想ですけどね仲間には優勝してほしくない悔しいから知ってるやつらねもうみんな残ってるからね流れ星とかあの辺がねマシンガンズさんも残ってるしねあとカモメンタルカモメンタルも残ってるからね、うん、M1 この間出てて1年前までカモメンタル、はいはい、でそんなに漫才やってなくて、うん、コントでで事務所ライブ出て、うんうん、でまあ一応漫才の先輩だから宇大さんが、うん、どっか変えるとこなかったみたいな相談に来て、うん、でちょっとなんか偉そうに言ってたのが恥ずかしいですもん今同じ戦いで負けてちょっと残ってんじゃないかよ恥ずかしいね恥ずかしいんだよ手塚さん結構恥ずかしいことあるちょいちょい間違えるんですよ
カズレーザーがまだ売れる前とか、ね、うんはいはい、でネタなんかダメ出してないですかね、うん、つって、もうちょっとテンポよく最後の方畳みかけたりしたらいいんじゃない、うん、あと金髪やめた方がいいんじゃない、うん、なんか赤いの良くないんじゃないかな、赤い服と金髪やめたらもっと見やすくなると思うよネタはいいけど赤い服と金髪やめたら絶対売れる、うん、そっちで売れちゃったネタが入ってこないからさ、それがいいって言われて、それがいいって言われて売れちゃったからもう後輩に何も言わない方がいいと。僕は一回お笑いの審査員やったことがあって、あ、そうなんですよ。田代正史さんと僕が審査員で、ロフトプラグさんで地下芸人バトルみたいなので、はいはいはい、カズレーザーさんがピンで出てたんですよ。あ、はいはい、よかったんですけど、僕が選んだのは虹の黄昏で、あ、はい、いい、うん、いい目をしてらっしゃいますそっか、虹の黄昏で優勝にしたんですよ。やばいわ、もう虹の黄昏さんを選ぶって本当に目が超えてらっしゃる、うん、目が超えてらっしゃるかどうかしてる10年以上前に選んでたのは結構早かったです。そうそう、だから虹の黄昏には僕言ってるんですよ、うん、絶対売れると。ただそれが生きてる間か死んであとか分からないです本当にピカソみたいな可能性があるからお前らにはっつって、だってびっくりしたのが、昨日僕もネットニュースで見ましたけど、あの M1 の本書いてる人が虹の黄昏のことをなんか記事書いてたんですけど、うん、虹の黄昏というグループを初めて知ったって書いてて、うん、M1 の本書いてる人でも、M1 もね、ガンガン出てたの。そう、いや違うんですよ、うん、虹の黄昏なんか知ってるやつがおかしいんですよ冷静に考えたら、まあアンダーグラウンドな存在ですもんね。そうです、誰よりもウケるからね、うん、よいしょーって出てきてずっとギャグ言って、うん、でも二人とも真面目だから、うん、最後はネタ一本をやらないと帰りづらいみたいなのを言ったんですからめちゃくちゃ真面目だなお前ゴーの部屋で野球がこんなに盛り上がったのは初めて。いや興味ないからね二人ともね、興味ないっていうので盛り上がっただけだから高倉さんの音楽活動の話とかも聞きたいです。音楽活動聞きたいですかね、うん、音楽活動やってまして、うん、まあいろいろこう仕掛けていかないとっていう三拍子の漫才はね、うん、もちろん頑張るけど、その三拍子の漫才にたどり着かせるために音楽をこうちょっとキャッチーなメロディーをこう作ってっていう、で僕はビキニ着て砂浜で歌ってるっていう、そういう活動とかしたり。そういう活動って言われると分かんない、ビーチクイーンっていう歌で、はい、変態ですっていうサビでやったりとか、うん、それ新規っているんですか。はい、それで新規、それでファンになりましたみたいな。ああ、でもありがたいことに、うん、ラストアイドルのファンの方が僕のそういうライブも来てくれるようになったりとか、まあ、ラストアイドルのファンというか、うん、そのアイドルのファンの人は結構やっぱ来てくれるんですよね、うん、アイドルオタはね本当に律儀なんですよ、ね、優しい、ありがたい、こいつらは味方だと判断したら結構応援してくれるんですよ。しかもその僕の歌でそのね、うん、芸人やって、うん、こう普通にステージ立って、うん、でもただそんなうまいとかじゃないのに、うん、こうペンライトの振り方とか完璧だから、他のファンの方がビビるんですよね、うんうん、ありがたいんですよねそれは、うん、熟練だから、うん、熟練プロフェッショナルだから、自分の音楽ライブがあるからっつってラストアイドルの収録、うん、早めに帰ったことありました、うん、あったね、あった、俺一人でやってた、すいません音楽ライブ帰ってて申し訳ない、ミュージシャン、もう先に入っちゃってたんで、うん、そうそう、意外とでもいろんなアーティストの人がそのアイドルイベント出たらファンが優しすぎて驚いたっていうのよく聞いて、めちゃめちゃ優しい、なんか僕もファンの人って怖いイメージある、うん、やっぱりその自分の好きなものにこうなってるから、うん、ちょっとでもこのなんていうか批判的なことを言うものならっていうイメージがあったんですけど、めちゃくちゃ優しくてみんな、うん、だから結構心配してはいたんですけど、うん、基本的に僕はあのラストアイドルのメンバーは、うん、さんとかあんま言わないんですよ、うん、安倍とか、はいはい、長月っていう、うんうん、これも大丈夫かなと思ったけど、うん、スタッフさんも、うん、どう、まあ批判があったらやめればぐらいだったから、うんうん、意外とみんな受け入れてくれて、うん、すごくいい感じで、うん、優しいわ、でライブすげえ来てくれて、いまだに来てくれますからね、単独ライブに来ていただいて、いまだに来てくれる、ね、あのファンの方が、メンバーも来てくれたりもね、メンバーもね、ほんとたまにねスケジュールがやっぱほんと来てくれるから、うん、めちゃくちゃ優しい、うん、コメントが今溜まってるので ありがとうございます、うん、マロッポーレの久保さん帰宅早いんですよ、早い、めっちゃ早い、めっちゃ早いです、あれはあのその放送があった後に、うん、
なんかチェキ取ったりとか、はいはい、物販あったりとかするから、うん、そこと通路が重なって、うん、でかいじゃないですか、はいはいはい、細いから通路、うん、早めに帰ろうと思ってすぐ帰るんです、うん、逃げるようにもう1回だけワロップ出たことありますね。ああそうなんですか、うん、それ審査員みたいなことですか、コメント。なんかいや僕にいろんな話を聞くみたいな感じで、へえ、うん、あの謎のビルに行きましたよ、うん、謎のビル、うん、申し上げの、申し上げの、はい、うん、めちゃくちゃ 見やすいんですよね、スカイツリー。あのターザン後藤のラーメン屋の近くのそんなとこがあったんですよ、もうなくなっちゃいましたけどね、うん、でもなくあの奥さんがやってます今、そうなんですか。さっきから何度も来ているこのぶっちゃけダサいメンバーで彼女にするならって 何を聞きたいの彼女か、あるかな彼女ね、難しい質問だな、ね、僕バチェロレッテ、バチェラー、男性一人にこう、はいはい、女の子がこうわっと、うんうん、あれにハマった時にラサイの現場行った時、うん、めっちゃ考えましたね、うん、気持ち悪い、みんなからこう来られたら誰まずやったかなって、気持ち悪い頭の中もそれだけになってくるどうしようかなとか思いましたでもやっぱり明るい子がいいなと思って、うん、みんな明るいよ、みんな明るい、あとね本当に山本愛理とかも、うんうん、ああはいはい、ぶっ飛んでるし、うん、で企画で、まあ、作家さんが、うん、高倉と久保どっちが好きですかみたいな、で久保だと思う人は向こう、高倉だと思う人はこっちっていうのもずっと覚えてるんですよ、うんうん、誰が選んだのか、はい、マジでその必ず 山本愛理が僕のとこ来てくれるから、よっしゃノリじゃないみんなそこまで深い意味はないですよノリだとしてもみんなこっち来て久保が多いって言ってた方が面白い感じなのに、結構久保の方いノリだよ、だから優しそうだし、そういうノリだよ、だから喋りやすいからあと多分オタもそんなに反発しない、そう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 いうのも含めじゃない、うん、それはもう絶対覚えてるんですよ、うん、山本教師行った方が平和だぞって、そう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 、うん、でもこっち卒業組だから、うん、ガチで思ってるから、なんで来ねえんだよ、いや山本愛理は来てくれたぞ、怖いよだからもう山本愛理っすいや、いただろ、西村とかも言ったんじゃないっけ、いやもう僕が覚えてない、山本愛理最後の最後のその質問のやつ、最後の最後のその質問ひどい、ブレずにずっといろんな意味でピュアですよね、いや、ピュア、ピュアいろんな意味で仕事じゃない感じがする、そうそうそういろんな意味ではちょっと良くない、まあ、仕事です、仕事で楽しんでますそう、うん、普通にコラボのね、あのファーストフードのとことか行って、うんうん、普通にカードもらって、あついにそう、ね、あメンバーも普通に来てて、ラスライトでやってたとか、はいはい、うん、もしかしたらメンバー来るんじゃないかな今日はとか、なんかそんな思いながら、いや会えるよ、現場行って会えるって毎週のように会ってんだろうそう、ピュア、うん、そう、いい人、いい人だけど、なんだろう、うん、ピュアすぎて怖い時は、そうなんですよピュアさんに狂気が混ざってるんですよそうなんですよ、あの悪意のない悪いことって一番怖いじゃないですか、はい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 、何が悪いのっていう、いや怖っっていう悪いことした人にはこれぐらいやっていいよねぐらいのピュアさがある、いや怖いんですよ、だから怖いですよ、久保は誰、うん、誰だろうな、メンバー、奥さんいるからね、まあ ね奥さんいるからね、そういうこと考えちゃう、まあ考えたことないけどね誰だろう、考えたら仕事しづらい、しづらいと思いますね、考えないようにしてるっていうのが正解だと思う、多分そう、僕もだから推しは作んないようにして、うん、久保は推しってね、まあ、うん、それで水野をねずっと推しって言ってる、推しでやってたんで、僕はもう全く箱推しで、アイドル側がよく無邪気に私たちの中で誰推しですかとか聞いてくることがあるんですけど、ありますね、一回も答えたことがないんですよ、はいはい、嘘つきたくないからでしょそうでもそれも嫌ってね、うん、誰かが言ってましたけど、うん、ラサイのメンバー一回僕ラサイと絡んだ時も言われたそうだ、言ってあげてくださいよ誰かは、で僕があの最初に僕が選んだ女の子、あの要は選んで辞めちゃった子の名前を出して、はい、長月さんが怒るっていうまでオチになりましたけどもうっつってね、まだ言ってるみたいな正解それしかなかったもん、そうですね、
素晴らしい、さすがです、さすがですね、百戦錬磨。久保さんポジティブ、ポジティブだよね。佐久間さんのおかげで郷さんは秋元康さんのロックオンから外れたな、まあ、っていう話もありますけど、もともと秋元さんは佐久間さんがお気に入り で、うん、ラスエきっかけで僕が秋元さんにハマった時期はあったんですけど、うんうん、で吉田豪をマツコデラックスにするって秋元さんが言ってたって話を聞いたことがあるんですけど、それも佐久間さんを通じて聞いてるから、うん、そこはもうずっとなんですよ、そういうことなんですね、うん、そうね、なんか謎のミッションがいくつか来たことがあったけど、一回そのほぼ話したことない、僕有馬さんとほぼ一回取材して一回その後イベントやったぐらいの設定だったのに、はい、突然そのリリーさんとか秋元さんとかいろんな人がやる東北の学校でなんかいろんな人たちが授業をやるみたいな企画があって、僕は呼ばれてないんですけど、僕リリーさんの弟子なんで郷も一緒に行こうって言われて巻き込まれて行った時に、その東北の中学校かなんかで秋元さんが近寄ってきて、あの話聞いてるって言われて、何ですかって、あのさ、今度さ、吉田君にさ、アイドルプロデュースしてもらおうと思って、すごいって言われて、できませんって逃げて、なんでできませんって言うんですか、言ってくださいよ、何言われて。でもだから、そこで乗っかれるのが佐久間さんで、僕は乗っかれないタイプ、やらないってずっと公言してて、うん、やっぱやっちゃうと他のアイドルグループとなんかそのフラットに見れないってことですね、多分商品として見るようになっちゃうのが怖くて、運営側の目線になっちゃうと、そうですよね、あのメンバーへのダメ出しみたいなものが当たり前になっちゃうじゃないですか、はい、多分でも運営に問題があるケースの方が多いから、へー、そこをなんか素直に批判できるスタンスでいて、運営の気持ちが分かるようになっちゃうと難しいなと思って、はい、あー、なるほど、みんなもう金銭的に困ってんだからメンバーに金払わなくてもしょうがないんだよみたいな感じになっちゃってダメじゃないですか、そっかそっか、ちょっと違うな、確かにね、違うんですよ、吉田豪さんと、そっちの気持ちがあんまり分かりすぎちゃうのは絶対良くないと思って、あ、じゃあそういうのがあってきっちりとね、そう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 、あ、やっぱそうなんですっていうのと、あともともと僕プロレス雑誌にいたんですけど、上司が2人、あの K-1 とかの中に入った人と、あとプライドとかの中に入った人と2人いるんですよ、はいはいはい、2人とも興行に絡んで大変なことになって、特に一人の方は8億とか借金しとって、っていうのを見てるから、絶対にそういうやる側には回らない。わあ、それは行きたくないですよね、うん。無邪気にいろいろ口出しできるポジションでいたい。うん、ふざけんなとか言ってられる位置の方がいいぞ。なるほど。なるほど、うん、確かにね、大変でしたね。そう、あれは生秋元康さん、うん、最後の最後に見ました。あ、ラストライブいらっしゃってて、はいはい、最後の、ね、ぐらいね、エンジン組むって言って、うん、でっかいこう、ね、倉庫みたいなところ、コンサート会場の横のところでメンバー集まって、うん、で最後に秋元さんがもう月、うん、お月の方なんかで、うん、もうめっちゃオーラある、うん、で秋元さんからの挨拶ですって、エンジン組んでる真ん中で喋って、うん、全然声が聞こえないんですよ。小さいからね、小さいんですよ、うん、みんな聞こえてんのかなって、でもいいこと言ってそうだな、もうそこで芸人のヤバさが出そうな、うんうん、聞こえませんってめっちゃ言おうとしてギリギリ分もたない、そのいらないよ、いらないよ、もうちょっと大きい声でっていうここで言ったらなんかあるかも、笑い取れるぞ、笑い取れるかもしれない、ない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 、ただのやばいやつ、10年前だったら言ってたもん、やばやばやば、大人になってたそこは、だから俺知ってるからグッと止めたんです、だから、うん、お前がグッとなった時いいことないんだよちょっとでも酒でも入ってたら言ってみよう、聞こえないよ、怖い本当に危ないですよね、何かやりかねない、やりかねない、いや大丈夫です、うん、ギリギリやらないから何も起こらないそうね、やったらやるならやったでね、何かあるけどただやった時に、うん、あのちょっと反省で戻ってこれればいいですけど、うん、一生戻ってこない可能性もありますからねだから怖いんですよやだやだ、お笑い芸人界は安定の面白さ、今日評判いいですよ、よかった、 ありがとうございます、うん、ありがとうございます、うん、いやもう引き出していただいてです、本当に、うん、ありがとうございます心配して2時間何喋るんだろうって
ね、もうあれは喋るかと思いながら、ね、その話でこうあれは絶対喋るから三拍子の話はないだろうなと思ってありましたよ、ちゃんとちょっとありました、ちょっとありました、高倉さんのガチ恋工場をオマージュした歌好き、ちゃんと聞いてくれてますね、ありがとうございます、うん、ファミリーレストランという歌でガチ恋工場、うん、で相方が全部ガチ恋工場でツッコミを入れるっていう、うん、好きなミュージシャン誰だろう高倉さんのですか、うん、僕は最近、ポップ死なないでという、はい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 、はい、2人がさすがです、はい、男性の女性、はいはいはい、大好きです、はいはい、さすがです、はい、うん、浅井でスキャンダルが起きた時の裏話ありますか、どのスキャンダル、そんななかったですよね、ないですよ、うん、1件2件ぐらいじゃないですか世にねちょっと出た週刊誌、大したのはなかったですね、ない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 、みんな真面目、うん、みんな真面目だった、スキャンダルしてる暇もないんじゃないですか、ね、もう練習しなきゃいけないし、別にそんなにはなかったかな、やっぱ一応いじりましたけどね、まあしょうがないですね、一応ね裏ではいじるしかない、当然表ではやめてくれっていうのが当然ありますから、うん、裏では聞きました、なんかシーマナがいるって言われてますね、シーマナ、うん、ほら白石、あら白石やめてよ、シーマナの順位が上がってるとか言ってます何投げてるんですか、白石いるんだ、よかった面白いって言っといて、来てるんだって、白石面白いって言っといてよかった、評価しといてよかったこんにちは、来てるこんにちはじゃない、こんにちはこんにちはじゃない今5位です、白石も頑張ってますね、あなたね、あなたも頑張ってますよ、うん、やばいですよ、女性として見てる可能性がありますよ、ちゃんといや、白石でも可愛いですよね、可愛、うん、い、可愛 い笑顔が可愛い、可愛 い白石のね、一番可愛いところは、はいはい、ゴーさんにお勧めしたいですけど、どうですか久保さん、完璧に歌えたんですって聞いた時に完璧じゃないとこそれが可愛いなんかまあ天性の何かもそう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 みんなに見せてました見て見て、新しい振り付けがいいっていうことを、うん、その条件に見せてきますからお前がセンターに来るからだろってみんなに言われて、はい、そんなわけで無事もう5分前です、あら2時間いきました、あらあら、ただただ楽しかったですね。ラサイの話ができて嬉しかった。久しぶりだよね。ただただ素で嘆いて。だってあのニュースあった後も、相方とは何にもその話しなかったんですか。触れてなかった。触れずに。もやもやしてるなと思いながらも、はい、多分なんか思ってるし、なんか相方はインサイダーで何か知ってる。知ってるんだろうなと思って。ないない。うん、でね、たしなめられそうだから、面白かったのみたいな感じで言われたら嫌だから、黙っと言って言わない、言わない、むしろ泳がせるよ、面白ないけどつって泳がせるだから今日なんかちょっとね、ツイッターだけじゃちょっとね、もやもやはちゃんと話せたから、うん、はい、よかったです、ありがとうございます、お前のやつを吐き出す場じゃないいや、新鮮でよかったですよそうね、で思い出させてくれたし、あの頃のことを、うん、はい、20年頑張ってた、うん、20年やってきて、よくこんなにピュアでいるなと思うんですよ信じられません、知りたくない、裏のこととか裏のこととかじゃないのよ、うん、知りたくないけど傷つきたくない、うん、かわいいいろんな想像とかもできるじゃない、うん、いや全力で応援したい、いやそれはいい、それはいい、ただ単にそれはいいんだけど余計な雑音入れたくない、それはいいんだ、ただ単に応援したい怖い話とか聞きたくない、聞きたくない応援しておきたい、みんな幸せになってほしい、幸せになってそれを見て元気をもらいたい、いいけどこっちも元気になる、それでいいんだからさ、でも正解ですよちゃんと、はい、オタとしては正解、正解、オタとしてはオタじゃない MC MC としてはちょっとやばい、はい、そんだけで告知関係何かありますか、はい、
三拍子いろいろ活動しております、Twitter、そして YouTube、はい、三拍子のチャンネルあります、はい、漫才たくさん上げてますのでもしよかったら見てください。はい、はい、音楽活動もやっております。お願いします。はい、あとお二人の興味のない野球が始まりますFM ナック5野球が始まるんですか。知らないのかよ毎年始まるの。始まるよ毎年毎年始まるんだよ。前で終わったじゃん。そう、終わったばっかりじゃん。違う違う、大演壇で終わったじゃん。大演壇な。日本勝ったんですよね。いや、勝ちましたよ。あれの終了でしょ。いや、だからあれを、ね、興味を持った人がぜひプロ野球、日本のプロ野球見ていただければ始まりますんで、ぜひ、FM ナック5で日曜日やってますんで、ぜひぜひ聞いてください。お願いします。野球は何が面白いんですか。何が野球の魅力をちょっと端的に言うと。うん、野球の魅力っていうのは、うん、逆転がやっぱあるとこじゃないですか。うん、だってサッカーとかやっぱ時間があるから、うん、どうしても時間的に無理だってのがあるじゃないですか。うん、野球は何点差だったってスリーアウト取られるまでは取れるって、この醍醐味だと思います。うん、響かねえな。なんだよ、響かねえな。昭和の野球選手面白いなと思ってる。いや、面白いですよ。うん、で昭和の野球選手めちゃくちゃだからでしょ。昭和の野球選手の辞典はいっぱい読みましたよ。いや、もうめちゃくちゃですよ。うん、本当にね、ラジオ聞きながら野球やってるって言ってましたし、うん、二日酔いだっていうし、みんな、特にパリーグね、うん、当時のパリーグ最高ですよね、顔だけでも最高っていう武田さんの、あの会見とか見てらんないですよね、はいはいはい、セカンドバックぶん投げるやつ、当時の広島カープの写真集とかそのいっぱい買ってますからね顔がいいっつって顔最高。どういう顔なんですか。パンチなかなかこんなに似合わないよって西部警察の写真ですもんね。そうそう、いかつい感じの人らが多いってこと。上下白の、うん、スーツで移動してたからそっち系の一回広島の古本屋でそういうの漁ってたら、謎のカンペン警察発見して、うん、あの衣笠のあのカンペゲンなんですけど、衣笠って体がロボットになってる鉄人だからってって鉄人すげー鉄人衣笠カンペです。カンペケース めちゃくちゃいいなそれ面白い最高だな。そういう知識だけはあります。面白いそんな感じで本日もありがとうございます。こちらこそございます。この後 YouTube にアーカイブ化されます。問題発言ないですね。ないと思います。そのままアップできますね。大丈夫です。はい、そんな感じです。来週のゲストがお出るかな、出ないですかね。誰だろう。はい、愛子さんじゃない。違いますよでも愛子さん呼んでもいいのかな。いや、愛子さん絶対ただ、うん、愛子さんとお酒飲みながら聞かない最近会ってないから愛子さんもありだな来週のゲストは、男色 D の選手ですね。ああ、はい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 、いいですね。実はイベントやるのも決まってるんで、あ、そうなん、まさかの D の 2days になりそうです。おお、すごい、はい、面白そう。そんな感じで本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。